Sean objeto de intimidación o de represalias por tratar de cooperar o por cooperar y comunicarse con los miembros del comité, pueden informar a la relatora sobre represalias y a la relatora suplente sobre represalias que han sido designadas por el comité sobre cualquier incidente que puedan estar sufriendo. Dichas denuncias deben ser enviadas a través de correo electrónico a la Secretaría. 脅迫または報復。 そういった不服申し立てがあれば、委員会事務局にお送りください。本日は通訳が入っております。日本語チャンネルは8です。日本語チャンネルは8です。それでは、心より皆様を歓迎申し上げます。高レベル代表団の皆様、どうぞようこそおいでくださいました。団長は、 内閣府男女共同参画局岡田恵子局長、ようこそ委員会においでくださいました。また加えて、日本代表部の全権大使 及び、まず注意事項ですけれども、冒頭のステートメントは30分以内でお願いいたします。また正確なる通訳を担保するために発言者は常識的なペースでご発言ください。それでは局長、どうぞ、もしよろしければ代表団の皆様をご紹介ください。大丈夫です。 議長、ありがとうございます。女子差別撤廃委員会委員の皆様、本日、第9回日本政府報告に対する審査のためにお集まりいただき、誠にありがとうございます。世界中の女性に対する差別の撤廃のため、日々精力的に活動されている女子差別撤廃委員会の活動に敬意を表します。また、委員会では秋月浩子委員が副委員長として活躍なさっており、我が国としても大変誇りに思っております。日本から本審査のために、お越しいただいた市民社会の皆様にも、日々の多大なる貢献に感謝をお伝えいたします。1985年の批准から約40年、我が国は、 女子差別撤廃条約を一つの重要なよりどころとし、法律上及び実質的な差別の撤廃を目指して男女共同参画のための取り組みを進めてきました。女性に対するあらゆる差別の撤廃及び男女共同参画社会の早期の実現に向けて、今後も女子差別撤廃委員会とともに歩みを進めていきます。まず、我が国の男女共同参画行政の基礎について説明いたします。ご存知の通り、 男女共同参画はほとんど全ての政策領域に関わると言っても過言ではございません。そのため、日本政府においては、女性に対する暴力、雇用差別、政策方針決定過程の女性の参画といった個別の政策課題について、各省庁において分担して取り組みつつ、各省庁の施策の統一を図るための総合調整や基本計画の作成推進などは内閣府が担うなど、全省庁的な推進体制をとっています。また、内閣府におかれ、関係する大臣と有識者からなる男女共同参画会議において、男女共同参画基本計画について議論するとともに、 関連する事項についての調査審議、基本計画等の施策の実施状況の監視等を行っています。
そして内閣におかれ、総理大臣を含むすべての国務大臣によって構成される男女共同参画推進本部及びすべての女性が輝く社会づくり本部では、基本計画の達成に向けた具体的な施策のパッケージを女性活躍男女共同参画の重点方針として毎年策定しています。さらに国内本部機構の強化の観点から、独立行政法人国立女性教育会館について文部科学省から内閣府に主管を移管した上で、男女共同参画に関する新たな中核的組織として機能強化整備することを検討していることもお伝えできます。続いて第7回および第8回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解での委員会からの勧告のうち、特にフォローアップを求められていた事項について、第9回報告以降の進捗について報告いたします。勧告 13A のうち、結婚開始年齢については民法改正案を国会に提出したことを最終見解に対する日本政府コメントにて報告していましたが、当該改正案は2018年6月に成立をし、そして2022年4月からは施行されています。また女性の再婚禁止期間の廃止につきましては、第9回報告にてその在り方を検討する必要があると述べていたところ、2022年12月にそのすべての廃止を含む改正民法が成立、そして2024年4月に施行されました。さらに結婚に際する旧姓の維持の選択という点については、婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっていることなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使えないことが婚姻後の生活の支障になっているとの声がある一方、家族が同氏同氏となることで夫婦家族の一体感が生まれ、この利益に資するとの声などもあり、国民の間にさまざまな意見があります。政府としましては、選択的夫婦別氏制度の導入は社会全体における家族の在り方に関係する重要な問題であり、幅広い国民の理解を得る必要があると考えています。この考えのもと、第5次基本計画において国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めることとしています。同時に政府として婚姻により改正した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称としての使用拡大に向けて取り組んできたところであります。現在までに例えばマイナンバーカード、パスポート、不動産登記等において旧姓併記が可能となっています。また内閣府のホームページにて各種国家資格免許等における旧姓使用の現状等について公表するなど周知を図っております。勧告 21DE については、外国人やルーツが外国であること、アイヌの人々であること、ブラック差別に関することなどを理由とした社会的困難を抱えている場合、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景に、さらに複合的な困難を抱えることがあると認識しています。第5次基本計画においてもこの観点を前提に、差別は許されないとの理念を盛り込んだヘイトスピーチ解消法、ブラック差別解消推進法、アイヌ施策推進法に基づいた施策に取り組んでいるほか、人権教育啓発を総合的かつ計画的に推進するための人権教育啓発に関する基本計画においても、女性、ブラック差別、
アイヌの人々、外国人を人権課題として掲げ、各種人権教育啓発を推進しております。なお、この人権教育啓発に関する基本計画につきまして、社会情勢の変化や国際的潮流の動向を踏まえつつ、既存の人権課題とともに新たな人権課題に適切に対応した効果的な人権教育人権啓発活動を推進することができるよう、現在内容の見直しを進めていることを付言します。ここからは第9回報告以降の我が国における女性差別撤廃にかかる進捗について説明いたします。まず、女性に対する暴力の根絶に向けて大きな前進がありました。第9回報告の通り、勧告 23ABC に関わり、2017年の刑法の改正によって強姦罪の対象を拡張し、罪名を強制性交等罪に変更、法定刑の引き上げ、看護者わいせつ罪及び看護者性交等罪の新設、性犯罪の非申告罪化を行いました。今回の報告ではさらなる刑法の改正についてお伝えすることができます。2023年の改正により、強制性交等罪を不同意性交等罪、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、これらの要件を明確化しました。また婚姻関係の有無にかかわらず、これらの罪が成立することを条文上明確にしたことを強調いたします。加えて、いわゆる性交同意年齢の13歳未満から16歳未満への引き上げに、わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求等の犯罪化、そして3つ目に性犯罪の控訴時効期間の延長も実現しました。さらに、この3年間だけでも、いわゆる撮影罪を新設する法律、性的主体撮影等処罰法、従事者の性犯罪の事実を確認する仕組みを含め、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力の防止のための措置について定めた法律、子ども性暴力防止法、そして性行為映像制作物への出演による被害の防止を図る法律をはじめとする多くの法律が新たに成立したことは、性暴力の根絶に向けた日本政府の着実な努力を示すものです。配偶者やパートナー間の暴力の防止に向けた進展もありました。すでに述べた不同意性交等罪、等が配偶者間においても成立することの明確化に加え、2023年の関連法の改正により、身体的な暴力だけでなく、精神面での危害を加える非身体的な行為の場合にも、裁判所が接近等の禁止を命ずる命令を発令できるようにしました。こうした裁判所が発令する保護命令は、同性パートナー間の暴力にも適用されてきたことの周知も進めています。日本国政府の努力は法整備だけではありません。女性に対する暴力、ジェンダーに基づく暴力を根絶するための政策を推進してきました。例えば、全閣僚で構成する本部において毎年策定する女性活躍男女共同参画の重点方針の中で、性犯罪性暴力への対策、パートナー間の暴力、ストーカー、セクシュアルハラスメントへの対策をアップデートし、関係府省が取り組みを進めてきました。これらの暴力の被害者への支援も強化しています。2022年、暴力被害を含む困難な問題を抱える女性たちが最適な支援を受けられるよう、その発見、相談、心身の健康の回復や自立して生活するための援助等の多様な支援の包括的な提供を定めた新たな法律が成立し、被害者支援の枠組みに法的根拠を与えたことを紹介させていただきます。
勧告25につきまして、第9回報告では、2019年成立の旧優生保護法一時禁止給付法に基づき、強制不妊手術等を受けた障害を持つ方たちに対し、320万円の一時金を支給していることを報告していました。その後も対応を進め、2024年8月末現在で1129件、そのうち女性は817人が受給者として認定されています。さらに旧優生保護法の規定に基づいて不妊手術を受けた方々等が国に対し国家賠償法に基づく損害賠償などを請求した訴訟について、2024年7月には最高裁判所は旧優生保護法の不妊手術について定めた規定が違憲である旨の判決を言い渡しました。この判決を踏まえ、総理大臣が原告団等との面会において同法を執行してきた立場として政府を代表して謝罪を表明しています。さらに2024年9月30日に原告団、弁護団、支援団体との間で旧優生保護法問題の全面的な解決を目指す基本合意書を締結しました。本合意書をもとに恒久対策等の施策の具体化などのため継続的定期的な協議の場を開催していく予定です。なお旧優生保護法に関する新たな保障の仕組みについては、超党派議員連盟で議論いただいた結果、2024年10月4日に旧優生8日に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する保証金等の支給等に関する法律案が国会で可決成立しました。政府としては本法案が制定されるに至った経緯や趣旨も十分に踏まえ、保証金等の支給を着実に行っていきます。また勧告27については、2005年国際組織犯罪防止条約及び同条約の補足規定書である人身取引規定書を締結することにつき国会で承認され、2017年国際組織犯罪防止条約の締結に必要な国内担保法が成立施行されたことに伴い、我が国は同条約とともに同議定書を締結しています。 Is it for their conclusion? Next. 続いて政治的及び公的活動への参画に係る進捗についてご報告申し上げます。前回審査では勧告 31ABC において指導的地位への女性の参画に関して勧告を受けております。これに関してはすでに第9回報告でも一部は報告していますが、2021年6月に政治分野における男女共同参画推進法が改正され、政治分野における男女共同参画の推進に取り組む関係機関が明示されたほか、政党その他の政治団体の取り組みの促進が図られるとともに、国地方公共団体の責務等の強化や新たにセクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等への対応が義務的施策に追加される等の国地方公共団体の施策の強化が図られました。政府においては同法の趣旨に沿って候補者に占める女性の割合が高まるよう、第5次基本計画に基づき衆議院議員及び参議院議員の候補者に占める女性の割合を2025年までに 35% とすることを努力目標として念頭に置きながら、政党に対し自主的な取り組みの実施を要請しています。さらにその取り組み状況の調査も実施し、各政党が候補者に占める女性の割合について目標を定めていることなどを把握しております。また行政分野や司法分野などの公的活動においても女性の参画拡大を目指し、さまざまな取り組みを行っております。例えば女性活躍推進法では、国及び地方公共団体に対しそれぞれの機関における女性の活躍状況の把握分析とともに、その結果を踏まえた目標設定、
目標達成に向けた取り組みを内容とする行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等を義務付けています。さらに、公表内容については、一覧性、検索性を確保したウェブサイトの整備を通じて見える化を図っております。これらの取り組みを通じて、第5次基本計画で定めた行政分野、司法分野における女性参画に関する成果目標達成に向けて、一歩一歩着実に前進しています。続いて、結婚、家族関係に係る進捗についてご報告申し上げます。前回審査では、勧告49、A、B、C において、夫婦間の財産分与、親権、養育権、養育費の支払い等について勧告を受けておりました。第9回報告では、関連法令の改正により、離婚した者が債務者である元配偶者の財産に関する情報を第三者から取得することができる手続きを新設したことを報告しております。これによって、養育費の支払いが滞っている場合における債務者の財産に対する強制執行の実効性が高まりました。その後、希望するすべての一人親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要との認識のもと、2031年に全体の受領率、養育費の取り組みの有無に関わらない受領率を 40% とし、養育費の取り組みをしている場合の受領率を 70% とすること、2023年の4月に政府目標として策定、公表しております。さらに2024年5月の民法改正により、父母間での取り決めがなくとも、子と同居する親が別居する親に一定額の養育費を請求できる法定養育費制度が創設されたほか、養育費や財産分与の算定の基礎となる情報収集のための手続きが拡充されました。また、この改正では父母の離婚率に直面する子の利益を確保するため、この養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権に関する規定を見直しました。これによって離婚した際に父母双方を親権者と指定することができるようになりました。この改正では子への虐待や DV への懸念に対応し、それらの恐れがあるケースなどでは必ず単独親権とすることが国会でも繰り返し確認されております。続いて、雇用にかかる進捗についてご報告申し上げます。まず、勧告 35A に関わって、女性活躍推進法に基づく関連制度を改正し、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対し、男女の賃金の差異の公表を義務付けました。これを通じて、各企業が男女間賃金差異の原因を分析することにより、自社の女性活躍の現状を点検し、賃金差異の縮小に向けた取り組みにつなげることを期待しています。政府におきましても、各企業における男女間賃金差異の要因分析、改善に向けたコンサルティングの実施、賃金格差要因分析ツールの活用促進など、企業の支援に取り組んでいます。なお、国及び地方公共団体に対しても、さらなる女性活躍推進に向け、2022年にすべての機関に対して、女性活躍推進法に基づく男女の給与の差異の公表を義務付け、毎年各機関において、職員の男女間給与差異の情報を公表することとなりました。公表内容については、内閣府
府においてフォローアップを行い、一覧性、検索性を確保したウェブサイトの整備を通じて見える化を図っております。男女の給与の差異は、差異の数値だけではなく、差異の要因等の把握分析が重要であることから、各機関における差異の要因分析等の取り組みが促進されるよう支援していくこととしています。また、勧告 35B に関わって2021年に、6月に育児介護休業法を改正し、原則子が1歳になるまで、取得可能な通常の育児休業とは別に、この出生後8週間以内に4週間まで分割して2回取得可能な産後パパ育休制度を創設いたしました。同改正では、男女労働者の育児休業の取得状況の公表を常時雇用する労働者が1000人以上の事業主に義務付けましたが、2024年6月に同法を再改正し、公表義務の対象を常時雇用する労働者が300人以上の事業主に拡大しています。さらに、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、テレワークや短時間勤務など、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることも義務付けています。加えて、同じく2024年6月に雇用保険法を改正し、通常この出生後180日間は休業前賃金の 67%、 180日以後は 50% となっている育児休業給付について、この出生直後の一定期間内に両親が共に14日以上育児休業を取得した場合、28日間は休業前賃金の 80% を支給することにしました。この給付は、非課税の取り扱いとなっており、また、育児休業期間中の社会保険料の支払いは免除されることから、これにより、最大28日間は手取りで、休業前賃金の10割の給付を実現することになります。以上で、女性差別の完全撤廃と、男女共同参画社会の確立を目指したさまざまな取り組みを実施することで、委員会の前回の対日勧告と一般勧告に対する行動を取ってきたことについての説明を終わります。以上、最後のご挨拶の前に、まず在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の小池特命全権大使から、女性平和安全保障アジェンダを推進するための日本の取り組みについて最新の情報をご提供いただきたいと思います。議長、女性差別撤廃条約の原則に基づいた外交政策の柱として、女性平和安全保障の視点を推進する日本の最近の取り組みをご紹介できることを光栄に思います。日本は3次にわたり、国家行動計画を策定し、外務省は WPS タスクフォースを、防衛省は WPS 推進本部を立ち上げ、国内の横断的な調整にも取り組んでいます。また、アジア、アフリカ、中南米など世界各地で57件の支援事業を実施しているところです。引き続き女性の参画及びリーダーシップを増進し、平和で安定した国際社会に貢献するとのコミットメントの証として、WPS25 周年となる来年には、WPS の世界最大のネットワークであるフォーカルポイントネットワークの共同議長に就任し、国際的な WPS アジェンダの推進により大きな責任を担っていく所存です。ありがとうございました。最後に代表団長にご挨拶をお願いしたいと思います。今小池大使から説明のあった WPS アジェンダの推進に対する日本のコミットメントは、女性差別撤廃に向けた私たちの行動の重要な側面です。再び日本全体の取り組みに目を向けますと、我々は実現した成果を誇りに思うと同時に、解決すべき問題が数多く残されていることも認識しております。
例えば政府における男女共同参画に関する世論調査でも、社会全体における男女の地位の平等感について十分な結果が得られておりません。この背景には長年にわたり人々の中に形成された固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見、固定観念、無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスがあるものと考えています。その解消は一朝一夕にはいきませんが、これからも粘り強く取り組みを続けてまいります。委員の皆様の意見を頂戴できる本機会はありがたく、政府としても誠意を持って回答を行う用意があります。本日お集まりいただきました委員と市民社会の皆様に改めて感謝するとともに、女性に対するあらゆる差別を撤廃していくという皆様との共通のゴールに向けて、今後も引き続きご協力いただけたら大変心強く思います。ありがとうございました。 En nombre del comité、 委員会を代表しまして、代表団団長に、冒頭コメントいただきましたことを御礼申し上げます。また大使におかれましても、感謝を申し上げます。委員会に代わりまして、秋月博子委員への感謝をここで表明したいと思います。委員会において豊富な国際人権法などの知識などをもたらしてくださっています。この条約機関としての仕事に多大なる貢献をしてくださっています。そしてコミュニケーションズの選択議定書の元ワーキンググループの一員としても、秋月委員は非常に重要な貢献を委員会にしてくださっています。個別のコミュニケーションにも際して、また秋月委員の副委員長としての賢明な助言に私どもとして頼ることができていることに加え、委員会局としましても委員の助言に多く助けられております。この機会にその貢献に対して感謝を申し上げたいと思います。また林陽子元委員につきましても、この機会にお礼を申し上げたいと思います。本日オブザーバーとしていらしていると伺っております。この機会に改めて彼女のリーダーシップ、そして委員会への貢献を強調したいと思います。専門家として、そして元制度チェアとして、多大な貢献をしてくださいました。そして代表団の皆様、定期報告のこの審理におきましては、何もの専門家が質問をし、その後代表団の方に回答をいただくという形式をとっております。ここで明確にさせていただきますが、代表団の方から回答があった後に委員の方からまたフォローアップの質問がございます。それに対して回答もしていただけます。だいたい条約の条文の順番に従って質問をしてまいります。本日一日を通してそのような手順で進めてまいります。代表団には改めてお伝えいたしますが、このレビューを本日6時、ジュネーブ時間6時で日本の審理は終了と予定をしています。失礼、5時です。そしてこの対話につきましては UN Web TV 上でライブ配信されております。時間管理につきましてきちんとしていただくようお願い申し上げます。短く直接的な回答を委員の質問に対していただけますようお願いいたします。また回答が提供できないという場合に関しては、
代表団の皆様はその場で回答できなかった質問については書き留めていただき、そして追加的な情報を書面にて24時間以内に提出をする、1営業日以内に対話の終了時から24時間以内に提出するということをお願いいたします。ですのでジュネーブ時間で明日18日5時までに提出をお願いいたします。そしてインタラクティブな対話にするために追加的な情報の提出に関しましては、この24時間以内に提出されたものにつきましては1500字以内に簡潔にまとめていただくようお願いいたします。委員から出た具体的な質問に対して簡潔な回答をお願いいたします。また書面にて提出されました回答につきましては、この公的対話の一部となりますので第89回の一部としてウェブサイト上で公表されます。そして委員からのさらなるフォローアップの質問、また委員会としての最終的な総括所見の中に含まれるということになります。代表団に関しましては時間の制約もありますので必要な回答にのみとどめていただくようお願いいたします。それでは専門家の方からこの条約の条文について質問がある方お願いいたします。また専門家にも改めて申し上げますが、質問の時間には制限が設けられています。質問に対する回答が十分でなかった場合にはその専門家の方から2分間フォローアップの質問をすることが可能です。それではまず条文の1と2、条約のパート1の中の条文1と2についての質問を受けたいと思います。それではラナ主査にまずは渡したいと思います。すでに申し上げた通り条文の1と2についての質問です。第1、2条についての質問です。ラナ主査さん、私の前にいらっしゃいます。それではお願いします。30分です。議長ありがとうございます。そして代表団、日本からの代表団の皆さんにもこの建設的な対話に来ていただきましたこと歓迎申し上げます。この主査を務めさせていただくこと光栄に思います。まず最初に申し上げたいのが前回の制度報告からさらなる取り組みを進められたことを称賛をしたいと思います。これは最初冒頭ステートメントの中でもおっしゃっておりました。またアジア地域の副委員長秋月弘子委員につきましても非常に委員会にとって貴重な人材であり日本政府にもこの点お礼を申し上げたいと思います。また林陽子前議長につきましても今回オブザーバーとして参加をされていますが私の方から認識したいと思います。このジェンダー平等そして女性のエンパワーメントというのが日本政府にとっての優先事項の一つであることは良いことだと思っています。でまた事実日本がワールドアセンブリーオブウィメンまたはワウカンファレンスこれを2014年来主催をされているということによっても立証されていると思います。委員の何名かも参加をする機会がございました。こちらの会議では世界的また国が抱えるこのジェンダー平等への障壁について取り上げそして日本のコミットメントを示しています。日本は WPS を強く推進をされてきています。外交政策の一つとして強く推進をされていることについても称賛を送ります。日本がこの際ノルウェーと合わせてウィメンピース&セキュリティフォーカルポイントネットワークの共同議長となられたこと2025年ですけれどもこれについて祝意を申し上げます。そして UNSCR1325 の国別行動計画を通して外交政策におきまして女性平和安全保障を推進されていることもここで申し上げておきます。これらについてのベストプラクティスについては本日お伺いできればと思っていますしさらなる重要な取り組みが今後も継続され加速していくことを期待しています。このような進捗があったにもかかわらず
このジェンダー平等を完全に実現するにおいてはまだ課題が残っております。先ほど冒頭ステートメントでもありました、ジェンダーギャップレポート2024年においては145カ国中日本は125位という G7 他国と比べてはるかに低い位置にあります。このような低いスコアというのはやはり女性議員が数が少ないこと、また意思決定のその上の地位に占める女性の割合も少ないことが起因していると思っております。でまた根強く残る家父長的な固定観念ステレオタイプがさまざまな側面においてあります。教育、雇用、個人としての生活、家族の責任など、これらが日本のジェンダー平等を妨げると思っています。日本におきましてはそのコミットメントを加速させていかなければなりません。女性、男性、そしてすべてのジェンダーが完全にその人権を行使し、そして、尊厳、そして自主性においてその選択を行使できるようにしなければなりません。これは家庭でも仕事でも公的な意思決定においてもです。そしてこの根強く残る家父長的なステレオタイプを崩していかなければなりません。この点につきまして本日はその建設的な対話をできることを楽しみにしております。女性が輝ける社会ということでこれについても対話をしていきたいというふうに思っております。まず第1条2条につきましてですが、締約国におかれましては刑法改正を行い、そして強姦を強制性交罪に変更されたということ、またこの力の使用という要件についても削除されたということ、また同意年齢について13歳から16歳へと引き上げられたということ、これは画期的なステップだと思っております。若い女子を性的搾取から守るためには重要なステップです。そして憲法第14条において日本ではそのジェンダーに基づく差別の禁止、そして法の下の平等が保障されていると承知しております。しかしこれらの原則におきましては執行の仕組みが弱いためにシステミックなギャップが存在をしています。雇用、教育、ヘルスケアの分野においてです。制度の第1条における女性に対する差別のその定義、包括的なそのような定義が日本においてはありません。明示的な定義もありません。そこでの質問になりますが、この包括的な指導第1条の定義に沿ったその定義を設けるための法的な改正というのは考えられているのでしょうか。また法的なその異議申し立ての仕組み、不服申し立ての仕組みについては現在どういったものがあるのでしょうか。差別を受けている女性が使えるような仕組みについてです。またこの仕組みについてどのような周知広報活動をされているんでしょうか。そして締約国におかれましては複合的な差別に対応されてきたことについて称賛を送ります。これはブラック差別撤廃法であったり、アイヌ推進法、また困難な女性への支援についての法律、また LGBT の理解増進法など制定されたことによってわかります。しかし包括的なその定義であったり複合差別を禁止するというものがありません。これについて例えば障害を抱えた女性、またマイノリティコミュニティの女性、特にそのような周辺化された集団が抱える複合差別について日本政府としてはどのように対応されているんでしょうか。またこの複合差別について複数のまた重なる差別が女性が直面しているというその法的定義について締約国としてこれを採用する計画はあるんでしょうか。そして選択議定書についてです。選択議定書の批准につきましては日本政府として真剣に検討するということで報告がありますが、この選択議定書批准に向けてのこの検討状況について教えていただきたい。また制度の選択議定書批准のタイムラインについてもお示しいただきたいと思います。そして第5次男女共同参画基本計画などまたこの会議体を通してのコミットメントに対して称賛を送ります。しかしながらこの計画におけるギャップについてはどのように評価をされているんでしょうか。来年この基本計画は終了するというふうに承知をしております。この第6次計画においては現在欠けている部分が取り込まれるという理解であっているのでしょうか。以上です。どうもありがとうございました。エバンダナ・ラナ主査でした。それでは代表団の方に回答をお願いいたします。
ありがとうございます。本日は私ども内閣のほかに厚生労働省、文部科学省、外務省、警察省、法務省、子ども家庭庁、また内閣官房と非常に多くのデリゲーションで参ってございます。第一条に関する質問をいただきました。第一条は女性差別の定義などについて定めたものと承知をしております。ご説明を申し上げたいと存じます。まず、包括的な差別の定義につきまして私どもが考えておりますことをお話を申し上げたいと思います。今委員から日本国憲法の話をいただきましたけれども、日本国憲法におきまして規定していることに加えまして、男女雇用機会均等法のほか教育基本法などにおきましても性別による禁止を性別を禁止しているわけであります。このように憲法や法律において禁じられている差別の形態が明示的に規定されているわけであります。その上で男女共同参画基本法におきましては一部抜粋して申し上げますと、男女が性別による差別的な取り扱いを受けないことなどを目的として男女共同参画行政を行われなくてはならないと規定しているわけであります。そのための具体的な対応としてこの基本法に基づきまして策定いたしました。先ほど委員からもお話ありましたけれども、男女共同参画基本計画に沿いまして政府全体で総合的かつ計画的に取り組みを進めているわけであります。この男女共同参画基本法は法律に基づいて内閣の全体の決定であります閣議決定が行われております。それはその内閣全体を拘束しているということであります。またその男女共同参画会議におきましてその実施状況を監視することによって実効性を担保しているということであります。先ほどご言及がありました最新の基本計画、これは2020年に閣議決定されたものでありますけれども、そこにおきましても人権尊重の理念に対する理解を深めるということ、各人が自らに保障された法律上の権利の侵害を受けた場合の対応などについて正確な知識を得られるように理解の促進を、法律や制度の理解の促進を図るということ、政府の政策に対する苦情の処理、人権が侵害された場合の被害者救済体制、相談体制の充実を及び周知を図ると明記をしておりまして、関係府省の具体的な施策が掲げられているところであります。以上申し上げましたように性別を利用とする差別の禁止を明記した憲法や法律のほか、政府全体を拘束する基本計画のもと、私ども日本政府が一体となって女性に対する差別の解消に向けた包括的な対策を講じているところでございます。選択議定書についてお尋ねがございました。こちらは外務省からお答えをさせていただきます。はい、選択議定書の締結の検討状況、締結に向けたタイムラインについてご質問がございました。選択議定書で規定されている個人通報制度は条約の実施の効果的な担保を図る等の趣旨から注目すべき制度と考えております。その制度の受け入れにあたっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や個人通報制度を受け入れる場合の実施体制などの検討課題があると認識しております。政府としてはこれまで23回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査などを行っております。直近では2023年12月に第23回個人通報制度関係省庁研究会を開催いたしました。この研究会におきましては、人権諸条約における個人通報制度に関する最新の状況について研究し、我が国における同制度の導入をめぐる論点について研究いたしました。選択議定書の締結のタイムラインについてお答えすることは困難でございますけれども、引き続き政府として各方面から寄せられる意見を踏まえつつ、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。次に、苦情異議申し立てについてのお尋ねがございましたので、私から回答させていただきます。先ほど私言及いたし
挙共同参画社会基本法、この基本法によりまして、国は、政府が実施します男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての苦情の処理などのために必要な措置を講じなければならないということが規定をされております。また地方公共団体におきましても国の施策に準じた施策を行う責務があるとされております。ここで申し上げます、苦情でございますが、国や地方公共団体が実施する法律、条例等に基づく制度や公費を投入する施策のあり方、これらの制度や施策の運用を含みます業務運営のあり方についての国民、住民からの苦情や意見などがございます。こうした苦情に対しましては、各省庁や地方公共団体が担当窓口を設置して相談や対応に当たってございます。また内閣府の私ども男女共同参画局でありますが、この担当窓口の職員に男女共同参画の視点を持って苦情の相談対応に当たってもらいますように、ケース事例なども掲載しましたマニュアルの作成、また配布や研修会の開催などを行いながら、男女共同参画に関する苦情処理などに関する実態把握を行っているところでございます。次に複合的差別についてのお尋ねがございましたので、こちらは法務省よりお答えを申し上げます。複合的差別について、ブラック差別に関する言及がございましたので回答いたします。ブラック差別の解消の推進に関する法律は議員立法により成立したものとでございます。同法は日本国憲法において保障している表現の自由や内心の自由に配慮し、いわゆる理念法という形で禁止規定や罰則の定めを設けないこととして制定された経緯があるものと承知認識しております。同法に禁止規定を設けるなどの規制の強化についてはこうした法律の制定経緯を踏まえその要否を含めて検討を要するものと考えております。いずれにしてもまずブラック差別の解消に向けた施策等を行っていくことが重要であると考えております。法務省からは以上でございます。また委員からは現行の計画がそろそろ終わるのではないかという話をいただきました。おっしゃる通り、委員のご指摘の通り、現行の第5次男女共同参画基本計画は計画期間が2025年度末までとなっております。次の基本計画につきましては、これまでの前例を踏まえますと、本年中に検討を開始する必要があるのではないかと考えてございます。今、この時点で一定の方向性などを示すという段階にはないわけでございますけれども、そうした検討の中で、目標、また指標についても考えていきたいと考えております。以上です。はい。以上でございます。En nombre del comité, agradecemos mucho a la distinguida delegación por sus. 委員会に代わりまして代表団に回答御礼申し上げます。それではまたバンダナランナ出産に返します。フォローアップコメント2分です。議長、そして代表団ありがとうございます。回答につきまして感謝申し上げます。また。この選択議定書につきましてはかなり時間がかかっておりますので、次回日本との対話を行うまでに批准されることを強く願います。フォローアップの質問ですけれども、憲法第98条につきまして国際的な条約につきましては国内法と同じ効果が与えられています。しかし報告によりますと、日本の裁判所における制度の適用につきましては限定的であるという報告です。この国内裁判、国内法におきまして制度が
一貫性を持って適用されるためにどういった計画をお持ちでしょうか。またこの条約についての理解を高めるために裁判官についてのプログラムを展開されているということを称賛いたします。裁判官、弁護士、その他の放送につきまして、この制度の原則などきちんとその法的な意思決定において検討されるような教育というのは行われているんでしょうか。また市民社会、人権団体、そして女性の権利団体、その他のステークホルダーと制度の理解、そして制度の実施においてどのようなそのエンゲージメントをされているのかお答えいただければと思います。ランナー出産どうもありがとうございます。それではまたフォローアップの質問2分です。議長ありがとうございます。 WPS のフォーカルポイントとして日本が最近ローズ、国連のローズというものに対しての日本のスタンスについてコメントをさせていただきます。侵攻の技術を責任ある形で使わなければならない、これは国際的な人道法に基づいて行わなければならないということでした。また WPS国連決議26675におきましては、すべての安全保障のその訴訟というのは国際人道法に基づくものでなければならない、また紛争時における女子女性への影響などを考慮されなければならないというふうに規定があります。ロボティクスなどにつきましてこの懸念がある中、日本のこのコメントというのは称賛に値するものだと申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは代表団に回答をお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほどのコメントありがとうございました。それでは国内の裁判における条約の適用について外務省からお答えを申し上げます。はい、委員ご指摘のとおり、日本国憲法第98条第2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とすると規定しており、我が国が締結し交付された条約などは国内法としての効力を持っております。その上で、この女子差別撤廃条約第24条は、締約国は自国においてこの条約の定める権利の完全な実現を達成するためのすべての必要な措置を取ることを約束するふうに規定していることから、この条約はそもそも直接個人の権利義務を創設するものではなく、締約国に対して女子に対する差別を撤廃する義務を課しているものと考えております。これらを踏まえまして、我が国としては本条約は国内法としての効力を有するものの、既存のものを含め何らかの国内的な措置を講ずる必要があり、またこの条約の諸規定は直接個人の権利義務を規定したものではないため、必ずしも国内でそのまま適用されることを前提としていないと考えております。いずれにせよ、我が国としては条約の締結にあたっては国内法との整合性を確保することとしておりまして、本条約の趣旨はすでに国内法の規定に反映されております。こうした国内法の規定は裁判においても必要に応じて踏まえられるべきと考えております。次に、裁判官などの弁護士や委員からは、裁判官や弁護士などの放送会に対してきちんと教育をすべきではないかというご指摘、ご意見ございましたので、研修につきまして法務省からお答えを申し上げたいと思います。研修を担当する司法研修所では、毎年任官者3年目の裁判官、新しいポストに就いた裁判官及び新任簡易裁判所判事を対象に実施する各研修の中で、国際人権問題を専門とする大学教授または法務省人権擁護局長による各講演の受講を義務付け、条約の理解を深める研修を行っており、今後も同内容の研修を実施していくものと承知をしております。また検察官に対しては、経験年数などに応じた各種研修において女子差別撤廃条約及び委員会の一般勧告を含む国際人権関係条約に関する講義を実施しております。また日常の業務においても、上司が個々の検察官に対して指導を行っており、その成果は研修を受けた職員の職務執行に反映されています。今後も引き続き有効な講義及び指導を実施していきます。以上です。
次に市民社会のことについてお尋ねがございました。市民社会との関わりにつきましてでございますけれども、男女共同参画社会の形成に関しましては、市民社会を含めて広く共同連携するためのネットワークとして、日本私どもの国においてですけれども、各界各層、例えばここには日本弁護士連合会なども含むんですけれども、そういった120名の有識者で構成される男女共同参画推進連携会議というものがございます。この会議を設けて情報や意見の交換を行っているところであります。この会議でありますけれども、今回の本日の審査を受けるにあたりましても、市民社会に対しての政府の対応説明を聞く会ということで開催をしています。情報や意見の交換をするなど積極的に活動されています。このほかには、例えば日本政府が策定した WPS 行動計画の策定にあたっても、国連機関、地方自治体、市民社会、NGO の協力が不可欠との考え方を前提に、市民社会による参画のもと策定されているわけであります。現在の第5次男女共同参画基本計画でありますけれども、この策定の際にも、パブリックコメント、また公聴会を実施いたしまして、市民団体、女性の権利団体等の意見を、可能な限り反映をしてございます。外務省からも発言させていただきます。はい、先ほどもご説明ありました通り、日本政府は WPS の行動計画の策定にあたりまして、市民社会、NGO の協力があって初めて達成になるという考え方のもとに、市民社会による参画のもと作成してきております。例えば第3次行動計画の策定に際しては、 WPS と評価委員からの意見を踏まえつつ、第1次第2次行動計画の総括を行うことで得られた教訓から骨子案を作成いたしました。さらに政府案としての第1項を作成する段階で、個別に複数の国際 NGO と意見交換を実施するとともに、国際社会との意見交換会を2回開催し、そこでの意見を可能な限り採用した上で第2項を作成し、さらにパブリックコメントに付した上で政府内の諸手続きを得て作成したところでございます。私どもからのフォローアップ、委員のフォローアップ質問、ご質問に対する私どもの回答は以上でございます。En nombre del comité, agradecemos a la distinguida delegación. 委員会を代表しまして、代表団に御礼を申し上げます。それでは第3条、第4条に移りたいと思います。エルゴン・サファーロさん、お願いいたします。3条、4条につきまして、4分間でお願いいたします。Chair, distinguished ladies and gentlemen. 皆様、心から岡田恵子局長、それから日本の代表の皆様にご歓迎申し上げたいと思います。おはようございます。いらっしゃいませ。あなたの国を代表する国際法の専門家および指導者の皆様と協力できることを光栄に思います。秋月先生のことです。国際法の専門家および教師と協力をできることを光栄に思います。広川貴族。Thanks a lot. Thanks a lot. Your Excellencies, Japan traditionally develops family and woman policy, high technology, implement これか。どうもありがとうございます。いろいろと認識を高めるための活動を行っておりまして、暴力であるとか人身取引について対策をしておられます。国家の行動計画も作ってきておられます。また e-政府であるとかサイバーセキュリティ、さらに人権関係につきましても本郷の政策を進めておられます。それと同時にまだ問題がありまして、前回の報告の時から問題が続いております。この5年間の間にこういった構造が変わってきていないということがあります。例えば NGO についてですが、経済的技術的なアクセスがあまりありません。また現在全国的なカバーがされていないというような状況があります。また
平和構築に関しても問題があります。第二次世界大戦の後に世界は変わってきておりまして、いろいろと変わってきています。日本の経済も変わりましたし、グリーンエネルギーですとか新たな技術もどんどんやってきております。世界においても使えるようになってきています。ただしかしながら国内人権機構の独立した体制ができていません。またジェンダー予算につきましても国会におきまして、国会においてですが、職場についてもいろいろと異なった違い、理解がされているということがあります。まあ、これにつきましては第5条のところで拉致等の問題についてはやりますけれども、紛争の状況につきまして1945年以来米国の軍が日本国内に置かれているというような状況があります。しかしまた日本とロシアの間についてはクリル諸島についての平和条約が締結されていません。女性がこういった外交関係のところについて参画をされているんでしょうか。統計をお伺いしているわけではないんですけれども、いかがでしょうか。それから人権の侵害についてどのように対応しているんでしょうか。特に米軍による人権侵害についてどのように対応しておられるのかということについてお伺いをしたいと思います。また国会におけるジェンダー予算についてはどのような形で進めておられるんでしょうか。ジェンダー予算、特に予算法の中でジェンダー予算の考え方というのをどういった形で含めているんでしょうか。特にこの5年間におきましてどういった活動がされているんでしょうか。それから3点目の質問ですけれども、非常に重要なもので、特に子ども家庭庁というのができておりますし、特別な独立した省というのは何か作られるという予定はないんでしょうか。また主権国家として、独立国家として、いろいろと国際法上の問題もあるかと思います。特に国内人権機構で独立したものを作るというようなことは何か考えておられるんでしょうか。法務省の側で何かそういった形で考えておられるということはあるんでしょうか。それから国際法ですとか、また国連の関係で何か大体的な形で国際法に対応していくというようなことを考えておられるんでしょうか。それからもう一つポイントがありまして、どうもありがとうございました。Nos ha sorprendido usted, señor Safarov. どうもありがとうございました。日本語も話していただきましたね。特に日本語の知識が豊富であるということで素晴らしいと思いました。ではハイダーさん、お願いします。第4条ということで特別措置です。暫定的特別措置ですけれども、これについて何かありますでしょうか。議長どうもありがとうございます。代表の皆様、この建設的な対話審査へようこそ。私から同僚に付け加えまして、いろいろと林陽子先生、それから秋月先生が我々の委員会の作業についても貢献してくださったことに御礼申し上げたいと思います。第4条についてなんですけれども、これは暫定的特別措置の導入についてです。これによって進捗をさらに加速化させる、そしてディファクト平等にしていくということが重要となっています。これらの措置が非常に重要でありまして、皇族的、社会的、文化的差別をなくしていくために寛容であります。これは代表団長もおっしゃったことです。まず冒頭に、日本はいろいろと女性の参画について、公的政治的生活について、例えば政治分野における法律も2021年に成立しております。またセクハラの防止についても目指しておられます。また第5次計画についてもできておりまして、これは2020年に成立をしております。また具体的な取り組みということで、女性の参画をどんどん拡大させておられます。例えばこの中には女性の雇用について 82% まで増やしていくということ、さらに 30% に管理職に民間でしていくということ、それから防災評議会においても女性の、
参加を増やして 30% まで上げていくということが言われております。またリーダーシップにおける立場の女性も 30% まで増やしていくということを2020年代の初頭までにやるということで言っておられます。また同じぐらいの経済開発度合いの国におきましてはもう完全に平等にしようとパリティを目指しておられます。このターゲットは2024年の段階ではまだ到達されていません。また委員会としては反対があるということも理解しております。例えば政党によっては女性の候補者のターゲットの設定について反対しているところもあります。それからさらに代表団長がおっしゃいましたようにステレオタイプがまだジェンダー役割についてあるということ、そのせいで進捗ができず、また家庭生活とキャリア、政治との間での両立が難しくなるということが言われています。女性が公的セクターにおいてリーダーになっていないということ、それから判事になっていない、外交官になっていないというようなことにつきましても第7条8条の下で指摘をされております。これから質問をさせていただきたいと思います。日本ですがどういった措置を取られて第5次計画については施行を進めておられ、どういった進捗が見られているんでしょうか。こういった具体的な目標に関して計画の中の目標をどのように措置を取られているんでしょうか。また暫定的特別措置によって例えば供託金、これは300万円ということで必要とされていますけれども、候補者になるためのものですが、現代のジェンダー賃金ギャップというのを受けてどのように対策を取ろうとしておられるんでしょうか。また日本は女性の参画についてマイノリティに属している人たち、例えばブラックの女性であるとか障害を持つ女性、高齢女性などが意思決定に関われるようにはどうすればいいんでしょうか。他にも何か暫定的特別措置を取ってこれらのグループを特にターゲットしているということはあるんでしょうか。さらにノーベル平和賞がこれが被団協に贈られたということが数日前にありました。これはもちろん日本にとってはプライドの源泉になるようなものだと思います。したがって締約国にお伺いしたいのは、特別暫定措置を取りまして、女性や少女が福島におきまして窮状に置かれている、また慰安婦の問題についてはどのような進捗が見られたでしょうか。ハイダーさん、どうもありがとうございました。それでは代表団からご回答お願いします。サファロワ委員、ハイデル委員、ご質問いただきましてありがとうございました。この会場で日本語を聞けると私お想像しておりませんでしたのでびっくりをいたしました。ありがとうございます。ではまず安全保障外交におけます女性参画につきまして外務省からお答えをいたします。お願いします。はい、外交分野における女性の参加についてご質問がございました。2024年7月時点で10名の女性特命全権大使および6名の女性総領事が任命されております。この女性大使総領事の数については15年前の2009年は4名で 2% を占めておりました。それが2024年7月時点で先ほど申し上げました通り16名 7.1% と着実に増加しております。外務省職員に占める女性の割合は4割に達しており、近年の入省者の女性割合は5割を超えていることから、近い将来、女性大使総領事比率は着実に高まるものと考えております。その上で、女性職員が継続してキャリアを築けるよう、両立支援制度の拡充や、柔軟な勤務を可能とする職場環境の整備の取り組みを積極的に進めております。続きまして、サワロワ委員から米軍に関するお尋ねがありましたので、外務省よりお答えをさせていただきます。はい、最近の米軍人による性犯罪事案の発生を受けまして、米側は本年7月、一連の再発防止策を発表いたしました。その対策とは、米軍施設出入りの際の飲酒運転検問の強化、米憲兵隊によるパトロール強化、研修教育の強化、米軍兵の、勤務外時間に関する、取り組みを定めたリバティ制度の見直し、在日米軍、日本政府、沖縄県庁および地元住民との協力のための新しいフォーラムの創設でございました。こうした再発防止策は着実に実行され、再発防止につながることが重要と考えております。また日米地位協定第17条は米軍人などに対する接続国たる我が国と派遣国たる米軍の刑事
事件管轄権に突き定めており、我が国が第一管轄権を有する米軍関係者による犯罪については、我が国の当局が法と証拠に基づき適切に対処することとしております。いずれにせよ、一般に米軍人などによる事件、事故は地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものと考えております。米側がこれまでに発表した一連の再発防止策の実施を含め、事件・事故の防止の徹底を引き続き米国に求めていく考えでございます。続きまして、同じくサハロ委員から国内人権の機関に関するお尋ねがありましたので、こちらは法務省からお答えを申し上げます。またについてはこれまでなされてきた議論の状況をも踏まえ、不断に検討しているところでございます。今後の予定についてはお答えできる段階にはございません。なお、全国の法務局、地方法務局およびその支局における職員および全国約1万4000人の人権擁護委員が人権相談に応じており、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合、所要の調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じております。以上です。次に、サワロア委員から、ジェンダー予算に関するお尋ねがございましたので、私からお答えを申し上げます。予算額でございますけれども、男女共同参画局がまずその所管しているものに関しまして、当初予算ベースで比較いたしますと大きく増加しておりまして、財政資源の拡充が図られております。例えば例を申し上げますと、平成27年度の予算におきまして約7億円、また令和6年度の予算におきますと約15億円の予算となってございます。この、であります、そして、ジェンダー予算の考え方でありますけれども、委員おっしゃったものでありますが、政策の立案から、実施までの各プロセスに男女共同参画の視点を反映することが重要ということで、私どもジェンダー予算の考え方も考慮しながら施策の充実強化を図っているところでございます。先ほどは男女共同参画局のことを申し上げましたけれども、日本政府全体の予算額で見ますと、2024年度の予算のうち男女共同参画社会の形成のために割り当てられた予算は約10兆6000億円ございます。このこれを大きく項目別に見てみますと、あらゆる分野における女性の参画拡大に約4000億円、また安全安心な暮らしの実現に約7兆2000億円、男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備として約3兆円、推進体制の整備強化にするものとして約7000万円となっております。以上、ジェンダー予算のでございました。次にハイダル委員から第5次計画における目標と関連の措置に関してご質問がありましたので、合わせて申し上げますけれども、第5次計画では委員ご指摘のようにさまざまな目標を立てております。この次期計画、先ほどお話少し申し上げましたけれども、次の計画も間もなくでございますので、その計画を策定する際にも今回の5次計画のフォローアップを実施していく予定でございます。ハイダル委員から部落に関するご質問があったかと思いますので、こちらは法務省から回答をさせていただきます。全国の法務局において部落差別問題を含めマイノリティグループに属する女性からの人権相談に応じております。人権相談の疑いのある事案については所要の調査を行い、事案に応じて適切な措置を講じております。以上です。
ハイダル委員から、障害のある方などそのマイノリティの話がありました、意思決定の参画につきまして、内閣府からあの答えを申し上げます。障害のある女性の意思決定の参画についてお尋ねがありました。障害者基本計画においては障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から国の審議会等の委員の選任にあたっては障害者の委員の選任に配慮することや障害者である委員に対する障害特性に応じた適切な情報保障その他の合理的配慮を行うこと特に障害のある女性の政策決定過程への参画拡大に向け障害者施策を審議する国の審議会等における障害者の委員の選定にあたっては性別のバランスに配慮しつつ障害のある女性委員の人数比率について定期的に調査公表を行うことに留意することとされております。さらに、障害者施策を審議する国の審議会等における障害者の委員につきましては障害種別や性別にも配慮して選任を行うものとされており、例えば国の障害者政策について計画策定や審査を行う障害者政策委員会は障害のある女性を含めた女性の委員が約4割を占めておりまして、そのうち、障害のある女性が重要な政策決定過程に参加しております。また、地方分権の観点からは、地方自治体に対する義務付けが我が国では基本的には廃止されている方向にございますが、その中では、異例なこととしまして障害者基本法におきましては地方自治体に対して国の基本計画を、基本としてそれぞれ地域の障害者計画を策定することを、義務付けておりまして、地方自治体の障害者計画にも先ほどご説明いたしましたのと同様の内容が規定されることが期待されております。以上です。それでは次に慰安婦のにつきまして外務省からお答えをいたします。女子差別撤廃条約は我が国がこの条約を締結する以前に生じた問題に対して遡って適用されないため慰安婦問題を本条約の実施状況の報告において取り上げることは適切でないというのが我が国の基本的な考えでございます。その上であえて規委員会の参考として我が国の取り組みについて述べることといたします。先の大戦に関わる賠償並びに財産及び請求権の問題について日本政府はサンフランシスコ平和条約及びその他の2国間の条約などに従って誠実に対応してきており、これらの条約などの当事国との間では個人の請求権の問題を含めて法的に解決済みでございます。その上で日本政府は元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に講じており、日本国民と日本政府の協力のもと元慰安婦の方々に対する償いや救済事業などを行うことを目的として設立されたアジア助成基金を通じて償い金及び医療福祉支援事業を実施し、当時の内閣総理大臣のお詫びと反省を表明した手紙を元慰安婦の方々に直接お渡しするなど慰安婦問題に誠実に対応してまいりました。アジア助成基金が2007年3月に解散した後は同基金の行ってきた事業を適切にフォローアップすることを目的として2008年度から韓国、台湾、フィリピン、インドネシアにおいてアジア助成基金フォローアップ事業を実施いたしました。具体的には例えば韓国、台湾、フィリピンにおいては各国地域に在留する元慰安婦の方々と面会し生活及び福祉の面で直接的な支援として例えば日用品などを渡すとともに元慰安婦の方々に寄り添って話を聞くなどカウンセリングを行ってまいりました。そして2015年12月の日韓外相会談における合意に基づき2016年8月日本政府は韓国政府が設立した和解癒し財団に対し10億円の支出を行いました。和解癒し財団はこれまで合意の時点でご存命だった47人の方々のうち35人に対し、またお亡くなりになっていた方々199人のうち65人のご遺族に対し資金を供給しており、多くの元慰安婦の方々から評価を得ております。
我が国は2015年12月の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意の下で約束した措置をすべて実施してきており、引き続き韓国側にその合意の実施を求めていく考えでございます。政府側からの日本の側からのご説明は以上でございます。Muchísimas gracias. Tengo solicitada preguntas de seguimiento. Señor Safarov, tiene usted la palabra. どうもありがとうございました。サファラさん、さらに2分間ご質問どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。代表団の皆様、いろいろとお答えいただきましてありがとうございます。まず国内人権機構ですが、日本のような国においてはどういった意味合いがあるんでしょうか。つまり手がないような人のようなものです。人権機構がない国というのは、特に国の中で人権をしっかりとしたシステムとして確立していくためには、オンブズマンのような独立した制度が必要となります。向こう4年間5年間の間に前向きな変化があることを期待しております。特に NGO に対するサポートも重要だと考えています。技術的財政的なサポートが重要であります。というのも、たくさんの NGO の人たちがこちらに来ておられて、日本の人権を促進しようとしておられます。したがって人権の制度として彼らを組み込んでいく必要があります。以上です。どうもありがとうございました。サファラさん、それではハイデルさんお願いします。2分間。どうもありがとうございます。代表団に対してお答えいただきましてありがとうございました。また言いたいこととしては、特別暫定措置についてですが、これは定期的なプログラムということではありません。障害を持つ女性であるとか、部落の女性であるとか、こういった暫定的特別措置というのは、ジェンダーの不平等を特に特定の分野において、特に蓄積的にいろいろと遅れが出ているところによって、アファーマティブアクション、ポジティブアクションによって対応していくというような考え方です。次元措置でもありまして、特に喫緊の問題に対応するためのものだということを強調しておきたいと思います。というのも、これにつきまして福島についてもコメントがありませんでした。こういった人たちはかなり偏見に苦しんでいますし、少女たちもそうです。したがって特別暫定措置というのを、こういったグループの人たちのために考えておられるか、そして結果の測定はどうするのか、何か言っていただけることがあればお願いします。どうもありがとうございました。ではまた代表団の皆様に今の点についてもしご回答いただけるようでしたらお願いします。フォローアップの質問ありがとうございます。ソファラ委員から独立したオンブズマンのについて、ご指摘がありました。法務省からお答えを申し上げます。失礼しました。少しお待ちください。ハイデル、福島における女性の件につきまして、ご意見が、ご指摘がございました。東日本大震災からの避難指示ので解除で帰還された住民の皆様が、事故により放出された放射性物質による健康不安を抱えることなく、円滑に生活を送るためには、放射線に関する科学的知見に基づいた正しい知識の理解と正確で分かりやすい情報提供が重要でございます。環境省、直接の担当は環境省になるわけでありますけれども、有識者の監視を受けまして、放射線の基礎知識と健康影響に関します科学的な知見、
また関係省庁の取り組みについて統一的な基礎組織資料を毎年改定いたしまして公表することで正確な情報の発信に取り組んでおります。また福島県における被災者の健康不安の解消のために放射線リスクについて分かりやすくお伝えするためのいわゆるリスクコミュニケーションでありますがリスクコミュニケーション活動を通じて放射線の不安へのきめ細かい対応を行っているところでございます。これで私どもからの回答でございます。以上が回答でございます。Muchas gracias a la distinguida delegación. Vamos a... どうもありがとうございました。それでは第1部につきましては最後の2つの質問ということでしていきたいと思います。これは差別的なステレオタイプであるとか女性に対する暴力の問題ですけれども、これにつきましてはマリアンさん、お願いします。5分間でお願いいたします。議長ありがとうございます。おはようございます。日本の代表団の皆様はこの建設的対話に来てくださってありがとうございます。また締約国におかれては秋月博子委員会委員に感謝したいと思います。素晴らしい専門知識そして委員会の作業に対するコミットを貢献してくださっております。また林陽子さんと同僚として私は委員を務めさせていただく光栄にも恵まれました。深く根付いた固定性的規範においていろいろな取り組みなさっているのを評価するところでありまして第5次基本計画の下で認識を高めてアンコンシャスバイアスを解消してまた雇用における規範に対して取り組みをしようとしてきました。ただこういったような啓発活動をやってきたけれどもまだ課徴不正的な側面がいろんな側面教育雇用を生活および家庭でまだ顕著に残っております。特に少民族女性に関して相談システムを提供している、また人権にフォーカスした啓発特にアイヌ、ブラック、在日のような、主演化されたコミュニティに対してそういう活動をしていますけれどもまだまだ取り除くことができません。それでは今までやってきた実行、取り組みの実効性に関してどのような評価をしているか、また包括的な法律や持続可能な計画を導入するつもりはありますか。全国の行動計画などを導入することによってより実効性の高いジェンダーステレオタイプセクシズムなどを家族などにおいて解除するつもりはあるでしょうか。女性女子におきましてセクシスト的なメッセージが、インターネットソーシャルメディアなどで放映されております。ですから政府としては取り組みをしているけれどもそういうイメージが容認されておりまして普通になってしております。そういったような固定的観念がジェンダーベースの暴力の根本的な原因であります。政治家および公職者によれる差別的な発言について、やめさせるためにどういう措置を計画していますか。またメディアのすべてのセクターにおけるこの問題に対応するためにどういう取り組みを計画しているんでしょうか。それではレイプと性暴力についてですけれども不同意性交という犯罪の名前に変えられました。また被害者による訴えなくして訴追できます。その被害者による訴えなくして訴追できるということをもう少し詳しく教えてください。また犯罪名を変えた意図は何でしょうか。これは、不同意ということであってその加害者が武力を行使するかということからそちらに視点を変えたということでしょうか。次に在日米軍の沖縄基地ですけれども地位協定の下で結局加害者は日本において司法に裁かれない、そして被害者の権利が守られていないということが指摘されております。こういった中でどうやって被害者を保護するつもりでしょうか。いくつの検挙数および訴追数が日本の刑法の下で行われているんでしょうか。先ほどおっしゃいました。これは日本の法律刑の中の所管であると、ですから逮捕、および訴追と有罪判決についての数を教えてください。 DV 防止法が制定されました。 DV に関しての質問ですけれども2001年に DV 防止法が制定されまして自治体を
助け、そして被害者を保護するために制定されたけれども、実施においてまだ不足があるということが指摘されております。第5次男女平等参画計画におきましては、ストーキング、DV、セクハラなどをなくすことが目標とされております。ただ、こういう取り組みが言われているけれども、十分なる資源が配分されていません。それでは DV防止法の実施をもっと実効性のあるものにするために、特に再犯となっているようなジェンダーベースの暴力をなくすためにどういう取り組みをやるおつもりでしょうか。このようなジェンダーベースの暴力の心理的、感情的、経済的な側面についてどうやって取り組む予定でしょうか。また女性が保護命令を法廷から取得するためにどういう手続きを経るんでしょうか。接近禁止命令はあるということですけれども短期だから結局女性はジェンダーベースの暴力にさらされると聞いております。そこで判事および法執行分野の職員にジェンダーベースの暴力 DV そして固定的性別関連の根本的な原因について取り組むべくどうやって能力向上しているんでしょうか。最後に避難所に関してですけれども第5次基本計画の中で資源が不足されてしていることが指摘されております。特に避難所が足りないと DV の被害者の避難所が足りないということが指摘されております。データ収集統計収集 DV に関してどのような制度があるんでしょうか。以上です。どうもありがとうございます。ベンダナ・ラナさん主査に6条について人身取引および売春の搾取についてどうぞ。議長どうもありがとうございます。締約国が人身取引に対応されているということ、人身取引2017年の議定書の批准ですとか2014年の国家計画なども通じて対応されようとしていることに感謝申し上げます。いろいろと人身取引に対応しておられますし、また関係省庁が連携もしておられますし、これも賛辞を送るべきステップだと思います。現在この2014年のアクションプランについてはどのくらい進捗があったんでしょうか。また追加の展開はいかがでしょうか。特に保護特定のメカニズムについてはどのようになっているんでしょうか。外国人も含めた被害者について、日本は人身取引は犯罪化しておられますけれども、ただまだ搾取について対応するにあたってギャップがあるということ、脆弱な人たちが食い物にされているということがあります。現在ですが特に労働の搾取においてギャップがあります。どういった対応を取って法的枠組みの中で対応しようとしておられるんでしょうか。それによって例えば労働関係の人身取引などの搾取にどうやって対応しようとしておられるんでしょうか。包括的に刑法で対応していかれるんでしょうか。いろいろと訴追もされていますけれども証拠がなくて無罪になったケースもあります。政府の報告書によりますと大体被害者の中で毎年特定はされていますけれどもあまり報告通報がされていないというような状況があります。したがって締約国はどういった形で司法ですとか法の執行能力を高めようとしておられるんでしょうか。こういったケースについて対応するために何をしておられるでしょうか。外国人がたくさん関わっているということもあるので国際的な協力が重要となります。どういったステップによりまして越境協力周辺国との連携を強化しておられるんでしょうか。そうすることで安全に犠牲者が帰国できるようにすることができるんでしょうか。また日本はいろいろと子ども児童についても2017年から性的搾取に対応しておりますし、また児童ポルノなどについても問題となっていますけれども引き続きオンラインにおきまして被害者が出ております。つまり子どもの児童ポルノでありますとか児童売春がされているというような状況があります。子どもの搾取をどうやって防ごうとしておられるんでしょうか。特にオンラインに特化した対策がありますでしょうか。また人身取引ですとかまた性的搾取を受けた人たちのための避難所とはありますけれども、女性は例えば強制送還されるであるとか言語であるとか社会への再統合が難しいというような問題がありまして、第5条でも触れられましたようにまだまだ公式な支援について強化する必要があるということがありました。私から繰り返すことはいたしません。慰安婦の問題に立ち返りますけれども、先ほどの回答におきまして代表団の皆様はこれは
指導とは関係がないということをおっしゃいました。というのも訴求的に適用することはできないからというようなご説明をいただきました。しかしながら女性に対するインパクト、サバイバーに対するインパクトというのは引き続きあります。そういった文脈のもと委員会は懸念を覚えております。私といたしましては日本がもちろん努力をしてこられているということは理解しています。例えば保障をしているであるとか財産上の対応をしておられるとか素晴らしいステップを踏んでおられます。しかしながらこういったステップについてはさらに活性化していく必要があると考えております。つまりこういった措置対策がどのように持続可能になっていて強化することができるのか、しっかりと権利を行使することが犠牲者はできるのかという点についていかがでしょうか。Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la distinguida delegación para... どうもありがとうございました。それでは代表団からご回答お願いします。お二方の委員からの方々からのご質問、コメントありがとうございました。ベテル委員からステレオタイプのご指摘がありました。私どもも男女共同参画が進まない要因の一つには、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見、また固定観念、無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスでありますが、があることが挙げられるのではないかというふうに考えております。内閣府、私どもで2021年度と2022年度に調査を実施をいたしました。回答者の多くに性別による無意識の思い込みがあることも分かりました。固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みの解消に向けまして、私どもでは、この調査の結果を踏まえて、チェックシートを作ったり、事例集を作ったりしております。また、そのチェックシートや事例集の内容を踏まえて、普及啓発用の動画を作りております。そしてその動画を活用してたり、促進に取り組んできております。例えば地方公共団体ですとかメディアを含む企業を対象としたワークショップも年数回開催をしているところでございます。この意識改革については以上でございます。次に、インターネット上の性差別のメッセージにつきましてでございますけれども、こちらにつきましては、メディアですとか広告における固定的な性別役割分担や性差別的表現を防止するためには、表現の自由を十分に尊重しながら、性暴力表現など実在する女性の人権を侵害するような情報への対策をはじめ、男女共同参画に関する各業界における自主的な取り組みを促進することが重要であると考えております。そのための具体的な取り組みといたしまして、例えば国連女性機関 UN ウメンと連携した取り組みですとか、メディアとなど、その各業界における自主的な取り組みを促進するということもやってございます。また、そのメディアからの情報というのが、子どもをはじめさまざまな世代に対して、固定的な性別役割分担意識を受け入れないようにする、また押し付けないようなものにするということに、そのためには、メディア分野の経営層や管理職において、性別による偏りがないことが重要だと考えておりますので、このためメディア分野などにおける意思決定過程の女性の参画拡大を促進する必要があるとも考えてございます。第5次、先ほど委員の方々からたびたびご言及があります、第5次男女共同参画基本計画でありますけれども、ここにも人々の意識形成に大きな影響力を持つメディアの分野における政策方針決定過程の女性の参画を促進すると規定いたしまして、さまざまな取り組みを実施しているところでございます。次に、公的な立場の人からの性差別発言につきまして、引き続き私から回答をさせていただきます。
冒頭のステートメントで少し言及いたしました政治分野における男女共同参画の推進に関する法律がございます。まあ、ここでは、公選によります公職等にある人または公職の候補者につきまして、性的な言動、妊娠または出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに当該問題の適切な解決を図るために研修の実施や相談体制の整備など必要な施策を講ずることを国や地方公共団体に義務付けているところでございます。ではその個別の事案がごとに法と証拠に基づく事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するということでございます。女性差別を助長する表現に関しまして例えば名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪のほか選挙の自由妨害罪に該当する場合には処罰の対象となるということでございます。次に民族的マイノリティに対する取り組みについてもご質問がございましたのでこちらは法務省よりお答えを申し上げます。ブラック差別に関しまして法務省では2016年に成立したブラック差別の解消の推進に関する法律に基づきブラック差別の実態調査を実施し2020年にその結果を公表いたしました。この調査結果は、の内容はブラック差別に関する国民の正しい理解が認められる一方で心理面における偏見差別意識は依然として残っているなどというものでした。法務省や全国の法務局では当該調査結果を踏まえブラック差別の解消に向けた人権啓発活動を実施しております。またヘイトスピーチに関する実態調査につきまして法務省では2015年から2016年にかけていわゆるヘイトスピーチに関する実態調査を実施しております。その結果ヘイトスピーチを伴うデモ等を行っていると指摘されている団体の活動は減少傾向にありこうしたデモ等における特定の民族等に属する集団を一律に排斥したり危害を加えたりことさらに誹謗中傷したりする内容の発言も減少傾向にあると把握しております。またヘイトスピーチの主な対象とされている在日韓国朝鮮人20名からヘイトスピーチを見聞きした際の感情やヘイトスピーチが与えた影響について聴取するなどの聞き取り調査を実施しておりその結果についても公表しております。さらにヘイトスピーチ関係条例を制定している地方公共団体や実施状況について情報提供から失礼しました地方公共団体から実施状況について施行状況について情報提供を受けているほか毎年関係府省や地方公共団体を構成員とするヘイトスピーチ対策専門部会を開催しヘイトスピーチに関する情報交換や意見交換を行うことなどを通じてヘイトスピーチの実態把握に努めているところです。また本年7月には当事者からのヒアリングも行ったところであります。以上でございます。続きまして不同意性交のことについてご質問がございましたので、法務省からお答えをいたします。不同意性交等罪についてお尋ねがありました。2023年の刑法改正前の強制性交等罪や準強制性交等罪では性犯罪の本質的要素である自由な意思決定が困難な状態で行われた性交等であるかどうかを暴行、脅迫、心神喪失、抗拒不能といった要件によって判断をしておりました。改正後の不同意性交等罪ではそれらの要件を改めて先ほど申し上げた性犯罪の本質的な要素を表すものとして同意しない意思を形成し表明しまたは全うすることが困難な状態という要件が規定をされました。改正後の規定においては暴行・脅迫は心身の障害アルコールまたは
薬物の影響などと同様に、この中核的な要件に該当するかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となりうる行為や事由の例として示されたものです。法務省から以上です。続きまして、在日米軍に関するお尋ねがございましたので、こちらは外務省よりお答えをいたします。はい、日本政府が2023年に策定した第3次 WPS 行動計画では、紛争下の性的暴力及びジェンダーに基づく暴力の防止に向けた啓発や教育、被害者サバイバーの保護と加害者処罰に向けた法の支配の強化、被害者サバイバーの保護と自立社会復帰に向けた国際協力を強化し、被害者サバイバー中心のアプローチに基づく取り組みを推進すると明記しております。我が国における米軍の地位について規定した日米地位協定は、米軍人などの公務外の行為から生じる罪については、日本側が第一裁判権を有するとしつつ、被疑者の身柄が米側にある場合には、日本側で控訴が提起されるまで米側が拘禁を行うと規定しております。その一方で、1995年の日米合同委員会合意により、殺人・強盗などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものに関しては、起訴前の拘禁の移転を行う道が開かれ、1995年から今日まで計5回の起訴前拘禁の移転が行われております。日本政府は国内外を問わず、加害者不処罰の文化の終焉に資する支援を通じて、法の支配の一層の定着に取り組んでまいります。ベテル院から DV 法についてのお尋ね、DV 被害者の支援についてのお尋ねがございました。冒頭のステートメントでも少し申し上げましたけれども、DV 防止法、いわゆる DV 防止法でありますが、2023年の改正によりまして、保護命令制度が大きく強化されたということを申し上げたいと思います。どのような内容かということを申し上げますが、この接近禁止命令の申し立てをできるものの範囲を、身体的な暴力または生命身体に対する脅迫を受けた被害者から、改正後は自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた被害者に拡大するということ、2つ目としまして、この命令期間を6ヶ月、それまでは6ヶ月でありましたが、改正によりまして1年に延ばしたということであります。3番目としまして、命令違反への罰則を2倍にしたとするという改正が含まれていることをご説明申し上げたいと思います。この退去等命令でありますが、配偶者パートナーに対しまして即時に住居からの退去を求める命令であります。この命令につきましては、住居の所有にかかる権利関係や被害者の居住期間の長短にかかわらず発令されうるものであります。命令を受けた者への居住の自由、財産権の制限が大きい点を考慮に入れる必要がございます。このため2023年の改正では、接近禁止命令の強化と他の改正によって被害者保護の充実を図ることとしております。この裁判官へのなどへの DV に関する研修について、法務省よりお答えをいたします。裁判官研修を担当する司法研修所においては、保護命令事件に関する研究会において、精神科医師が DV 被害者の心理と対応について講演するなどの研修を行い、研修内容を収録した DVD を全国の裁判所に配布しており、今後も DV 被害者の心理の理解を深めるための研修を行っていくものと承知している。裁判所職員総合研修所においては、配偶者暴力についての教育、および研修を行っており、2022年度には裁判所職員を対象とする研究会において、配偶者暴力等に関する保護命令事件等に関する実務研究会を行っていると承知している。また同研修所において、毎年裁判所書記官、
及び家庭裁判所調査官として要請しているものを対象に DV 法及び DV の現状に関する講義を、そのうち家庭裁判所調査官として要請しているものを対象に夫婦間暴力に関する講義を行っていると承知しております。法務省からは以上です。DV 法の保護命令の手続きについてお尋ねがありました。私からお答えを申し上げます。我が国では裁判所はドメスティックバイオレンスの加害者に対し被害者への接近や繰り返しの電話の禁止、子や親族への接近を含むさまざまな行為を禁止できるということであります。先ほども申し上げましたけれども2023年の改正、冒頭ステートメントでも述べましたが、この保護命令制度を大きく強化をいたしております。この先ほど申し上げました内容でございますが、この改正法でありますけれども本年2024年の4月に施行されたところでございます。このような法的な保護の強化と合わせまして、私どもの我が国がここ 1,2 年で取り組んできました2つのことを強調させていただきたいと思います。まず第一は裁判所に命令の申し立てる際の適切十分かつ無料の支援、第二は関係機関の協力でございます。アクションの事例を申し上げますと、2023年の改正法の施行前、今年の2月でありますが、内閣府から通知を全国に発出いたしました。配偶者暴力支援センターに対しまして、裁判所に提出する書類の作成を含めまして保護命令の申し立ての支援の強化を促したところであります。また2023年の 法改正によりまして、各地域で支援センター、警察、検察、公的、民間シェルターを含みます関係組織、団体が公式なグループ、これは法廷の協議会と申しておりますが、を組織しまして、個別ケースにおけるさらなる暴力を防ぐための情報を共有し、密接に協力ができるようになっております。シェルターにつきまして、お尋ねがありました。シェルターでありますけれども、ですね、2022年、暴力の被害者を含めまして、さまざまな困難を抱える女性の支援に関する法律が制定されました。先ほど冒頭のステートメントでご報告申し上げたとおりであります。この法律では、公的なシェルターによる緊急時の一時的な保護に加えまして、女性の状況に応じて最適な支援を包括的に提供することが規定をされております。内閣府でありますが、この2020年度に民間団体が運営するシェルターに対しまして、公的な補助を開始しております。2020年度からは国に加えまして、地方自治体からもこの補助金に資金の拠出がされております。この財政的な支援を通じまして、例えば同伴する子どもへの適切な学習支援ですとか、退所後の継続的な生活支援を含めて先進的な活動を促進しているところであります。そのシェルターの数につきましては、女性相談支援センターが全国で47箇所ございます。また女性自立支援施設は47箇所であります。民間シェルターなどにその他一時保護委託を行っているということでございます。次に DV に関する統計についてのお尋ねがございました。しばらくお待ちください。保護命令、先ほどご説明申し上げました保護命令でありますが、保護命令の件数やでありますについてお答えを申し上げます。2021年から2023年の各年におきまして終局しました配偶者暴力等に関する保護命令の事件、1732件、順に申し上げますと1732件、1453件、
1455件でありました。そのうち保護命令が発令した件数、された件数を申し上げますと1335件、1111件、1165件となっております。人身取引につきまして、アクションプランについてのお尋ねがございました。こちらは内閣官房の方からお答えを申し上げます。人身取引のアクションプランについてお答えします。人身取引対策行動計画を2022年に策定しておりまして、6つの柱、人身取引の実態把握の徹底、被害者の認知の推進、被害者の保護支援などを柱として構成しておりまして、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を推進することとしております。以上です。続いて、人身取引の被害者の帰国などにつきまして、外務省からお答えをいたします。日本は2002年以降、密入国、人身取引および関連の国境を越える犯罪に関する地域閣僚会議のフォローアッププロセスであるバリプロセスの関連会合に出席し、人身取引に対する取り組み強化についてメンバー国、地域および国際機関と議論を行うとともに、IOM が維持管理する同プロセスへのウェブサイトの管理費を拠出し、関係国の情報共有の向上に努めております。さらに日本は2005年以降、IOM を通じ、我が国で認知された外国人取引被害者の任意帰国の支援及び社会復帰支援事業を行っており、2024年3月31日までに362人の帰国支援を実施しております。はい、次に、オンライン上の児童ポルノに関するご質問がございましたので、こちらは法務省よりお答えをいたします。オンライン上の児童ポルノについてお尋ねがございました。児童回春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に児童ポルノに該当する場合には同法の規制の対象となるものと承知をしております。また刑法175条に定める猥褻物頒布の罪として猥褻な文書等が電磁的記録に係る記録媒体その他のものを頒布し、または公然と陳列したものと認められる場合にも処罰の対象となるものと承知をしております。以上です。慰安婦につきましてまたお尋ねございましたので、こちらは外務省からお答えをいたします。先ほどご説明申し上げたとおり、日本政府は元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に講じており、アジア女性基金、そのフォローアップ事業、韓国が設立した和解癒し財団への支出を通じて誠実に対応してきております。さらに日本政府としては、慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた問題であると認識しております。2015年8月14日の内閣総理大臣談話に述べられている通り、21世紀こそ女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため世界をリードしていくとの決意であり、国連女性機関紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表事務所、紛争関連の性的暴力生存者のためのグローバル基金などが実施する各地事業に拠出支援するとともに、主要外交政策の柱の一つとして女性平和安全保障 WPS に取り組むなど、傷ついている紛争下の性的暴力の被害者の救済やそのような暴力の防止のための啓発活動を積極的に行っているところでございます。
失礼いたしました。人身取引に関してであります、被害者の認定につきまして、まず内閣府からお答えをいたします。少しお待ちください。人身取引被害者の認定についてお答えします。人身取引の被害者の認定は人身取引規定書の定義に基づきまして各機関がそれぞれの所掌のうちに行っております。で、例えば海上保安庁においては海上保安官による各種法令違反の取り締まりや船舶への立ち入り検査等の過程において人身取引被害者の可能性がある人を認知した場合には関係機関と連携をして適切な保護措置を講ずるものとしております。続きまして、認定のにつきまして各省庁からお答えをいたします。まず法務省、次に厚生労働省、警察庁よりお答えをいたします。法務省からお答えいたします。出入国在留管理庁では上陸審査、在留審査および退去強制手続きなどの各種手続き等において当該外国人が人身取引の被害者である端緒を察知した場合入国審査官または入国警備官が被害の状況、ブローカーの関与状況およびその他必要な事項について事情聴取や証拠収集するなどして出入国管理および難民認定法第2条第7号に規定する人身取引等の定義に合致するか否かを一義的に判断しております。また出入国在留管理庁では人身取引の被害者の立場を十分配慮し被害者の希望等を踏まえ被害者保護の観点から被害者が正規在留者の場合には在留資格の変更等を許可し被害者が入管法違反の状態にある場合には在留特別許可により被害者の法的地位の安定を図っているところ、この点法務大臣から権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長が最終的な判断を担っています。法務省からは以上です。続いて保護に関しまして厚生労働省します。人身取引被害者が女性相談センターや女性相談支援員に保護を求めてきた場合には、必要に応じて警察や入国管理局、人身取引被害者出身国の大使館等に連絡するほか、関係機関と連携して保護支援を行っております。また、一時保護のほか中長期的な支援についてのご質問がありましたけれども、基本的に一時保護を行っている方については帰国を希望される方が多いところ、中長期的な支援が必要な方に対しては女性自立支援施設において心理療法担当職員や個別対応職員等による支援、包括的な支援、地域移行支援等を行っているところです。厚労省から以上です。最後に警察庁からお答えいたします。警察では相談内容等から総合的に判断して人身取引被害者が存在する可能性があると考えられる場合には関係機関と連携して人身取引に関する情報の提供を受けるなどして人身取引議定書の定義に基づき人身取引被害者か否かを判断しております。以上でございます。以上で私どもからの回答を終わります。Muchas gracias a la distinguida delegación por las respuestas ofrecidas. どうも回答いただきましてありがとうございました。Palabra por dos minutos. フォローアップのコメントがあるということでベッセルさんに2分間でどうぞ。どうも議長ありがとうございます。
代表団の皆様に回答いただきましたことを御礼申し上げます。第5条に関してですね、ということでもういくつか問題について申し上げたいと思います。まず一つあるものとしては非常に蔓延している問題であります。ジェンダーステレオタイプの問題、締約国におきましていろいろな社会セクターで見られております。これは少数民族に関してメディア関係で問題が見られております。締約国としては国の行動計画を作られて包括的な形でシステマチックに対応してこのジェンダーステレオタイプの問題に取り組んでいかれるおつもりがあるでしょうか。例えば評価ですとか関連のプログラムについて何かされるご予定はありますでしょうか。それから強制性交罪に関してですけれども何か認識認知というのは結婚している女性独身の女性についてこの新しい法律についてしっかりと意識はしているんでしょうか。非同意性交というのは性的な加害になりうるんだということについて女性の意識のレベルというのはどのぐらいあるんでしょうか。そういった認識は広がっているでしょうか。それから女性はセックスに対してノーということを結婚していてもしなくても言えるというような権利意識をしっかり持っておられるでしょうか。それからもう一つの問題としては沖縄の問題です。沖縄に関してですがどういった形で有罪判決ですとか逮捕などが行われているのか、これは日本の刑法の下の管轄にあるということだったんですけれども沖縄に関しては逮捕であるとか有罪判決などについて特にご発言がなかったように思われますので補足でいただけるようでしたらお願いいたします。第5条について3点ご質問差し上げました。Gracias, señora Rana. Tiene usted la palabra. どうもありがとうございます。ラナさんどうぞ2分間で。Thank you very much, Madam Chair, and I also thank the... ありがとうございます、議長。また、日本の代表団、私の質問、ほとんど回答してくださいました。短いのもありましたけれども、2つ追加で伺いたいことがあります。まず1点目ですけれども、啓発運動で人身取引を特に地方で防止する取り組みについて、これらは最も脆弱なグループに絞り込むためにどうやってカスタムメイドにしていますか。また若者女子をターゲットとするためにどうやって設計していますか。またコロナ禍の中で経済的な困難の時に若い女子、特に地方出身の女子が売春をせざるを得なかった、またそういったような虐待の中で支援がなかった、公的な支援が不十分であってさらなるダッシュ、があるということで脆弱な女性を日本全国においてもっと助けなくてはないんでしょうか。被災地を含めてです。そういった中で具体的にどういう措置を取って若い女子の人身取引、特に売春に強要される経済的な困難に陥って、家庭不安などで売春をさせられる女子に関する取り組みについてご説明ください。Muchas gracias, señora Bandana Rana. Yo también tengo una preguntaどうもありがとうございます。私も進捗についての質問です。法律、暴力関係の法律、立法化の進捗です。刑法の下で同意か不同意かということで、じゃあ同意をできない人物もいるわけです。子どもとか障害者で理解できない、どういう性的な行為が強要されようとしているのかということを理解できない、刑法におきましてそういう概念は取り入れられているんでしょうか。以上が私の短い点です。それでは代表団のご回答をお願いいたします。フォローアップの質問をいただきましてありがとうございます。不同意性交についてのご質問がありましたので、こちらは法務省からまずお答えを、法務省からお答えをいたします。
不同意性交等罪についてのお尋ねがございました。2023年の刑法等一部改正法については同年の7月13日に施行されたところですが、法務省においては関係府省庁とも連携の上、その趣旨及び内容について国民や関係者に対する周知広報に努めております。具体的には国民に対する周知広報についてはこれまでに法務省のホームページにこの法律の趣旨や内容を分かりやすくまとめた資料や Q&A を掲載する、関係省庁などと連携をしポスターを作成して掲示したり、若年者向けのリーフレットを作成し全国の小中高校大学に提供するなどしているところです。また関係者に対する周知についてはこの法律の趣旨や運用上の留意事項を記載した通達を各検察庁に対して発出し、これを警察にも共有する、ワンストップ支援センターの支援員に対する講義を実施するなどとしているところです。以上です。次に、マイノリティに関するステレオタイプについて関するお尋ねがございましたので、内閣からお答えをいたします。これはステレオタイプにつきまして先ほども、申し上げたところではありますけれども、私ども2021年と2022年に調査をいたしましたところ、回答者の多くにやはり、性別による無意識の思い込みがあるということが分かりましたので、そうした調査の結果に基づきまして、固定的な性別役割分担意識、また無意識の思い込みの解消に向けまして、私ども、事例集を作ったり、普及用の動画を作ってまいりました、地方公共団体やメディアを含みます、企業を対象したとしたワークショップも、開催をしております。こういったことをやることによって、取り組みを進めていきたいと考えております。在日米軍に関するお尋ねでございますが、こちらは警察庁からお答えを申し上げます。在日米軍基地に最低駐留する、軍人及び軍属による、女性に対する、2023年の不同意性交等の、検挙件数については、3件、また不同意わいせつの検挙件数については1件となっております。以上です。不同意性交についてさらにお尋ねもにあり。On intercourse without consent, there was a follow-up question which MOJ will respond. 法務省からお答えします。MOJ will respond.通訳はちょっと今おかしくなって。失礼いたしました。不同意性交についてのお尋ね、さらにありましたので、こちらは法務省からお答えをいたします。不同意性交等罪についてのお尋ねがございました。刑法第177条の不同意性交等罪及び刑法第176条の不同意わいせつ罪においては、心身の障害があることにより同意しない意思を形成し表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者を処罰対象としております。検察当局においては法改正の趣旨を踏まえ個別の事案ごとに法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しているものと承知をしております。以上です。コロナ禍の影響についてどう考えるかというご質問もあったかと思います。こちらは厚生労働省からお答えを申し上げます。
下の地方出身の若い女性に関するご質問がございました。コロナ禍の事業主が労働者の雇用を守るために雇用調整助成金を支給をさせていただいております。こちらにつきましては新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を取らせていただき、飲食店等も対象にした上で支給をさせていただきました。以上です。次に、人身取引の防止に関しまして、法務省よりお答えを申し上げます。出入国在留管理庁をはじめとした関係行政機関の各種窓口では、人身取引被害者またはそれに該当する可能性があると判断されるものについて、そのものを保護することを第一とし、必要に応じてより専門的な行政機関に判断を求めるなど、相互に連携の上対応することとしている。出入国在留管理庁では多言語への自動翻訳に対応したホームページに、人身取引に関する情報提供、相談窓口、被害者保護の考え方、被害者保護の流れ等を掲載するとともに、地方出入国在留管理局の審査窓口や空港の上陸審査場において警察庁作成のリーフレットを置くなどして、被害者の手に届く取り組みを実施している。全国の法務局では、面談、電話、インターネット等により、人身取引を含む人権問題に関する相談に応じており、面談においては常時82言語、電話およびインターネットにおいては常時10言語により、相談対応が可能である。法務省からは以上です。私どもの回答は以上でございます。En nombre del comité, agradecemos a la distinguida delegación por sus. 委員会を代表いたしまして、回答いただきましたことに御礼申し上げたいと思います。それでは、パート2に入っていきたいと思います。それでは、シェア3、第7条について、それから第8条について、お願いいたします。これは政治、どうか公的生活に対する、参加ということです。お願いします。谢谢主席。議長ありがとうございます。まず締約国ハイレベルの代表団を台湾に送ってくださってありがとうございます。またひろこさん局長、指導委員会に貢献してくださってありがとうございます。また締約国は男女平等法を制定することによりまして、女性の候補者などに関する障害を撤去する努力、感謝します。第7条8条の質問ですけれども、衆議院の 10.8%、参議院 26.6% が女性比率であります。目標は 30% で未達。さらに女性大臣の人数は減っております。ですので締約国におきましては GR40 に注目してください。GR40 のターゲットは50-50であります。締約国はクオータ制度、その他のインセンティブを導入することによって政治における女性の参画を拡大するつもりはあるでしょうか。特に、幹部職における女性参画を拡大するための措置であります。また9月に調査が発表されました。1600の主要上場企業のうち女性社長が13人しかいないということで、それは 0.8% にしか過ぎません。つまり企業の意思決定部門における女性の参画の進捗が遅いということ、もっと女性が企業における代表を拡大するためにどういう措置を取るおつもりでしょうか。特に幹部職における女性の社員を増やすためにどういう措置を取るつもりでしょうか。 OECD によると2024年、日本の大学入学の
女性の占める割合は49、また参院議員などにおいては女性も増えているということでありまして、候補者は 33.2% であります。衆議院は 17.7% であります。高等教育を受けている女性がこんなに多い、そして政界に入りたいという意欲があるのに、リーダーシップの役割になんでつかないんでしょうか。どういう措置、どういう手段を締約国は導入することによって固定概念を打破し、女性の意思決定における参画に関する啓発を進めようとしているんでしょうか。また選挙システムにおきましては、候補者が一時金を払わなくてはなりません。それは返還されるのが得票率であります。ところが女性候補だとそういった財力がないかもしれません。こういったような選挙制度を撤廃することによって女性の政界入りを促進するつもりはあるんでしょうか。また判事の女性比率 28.2 でありまして、最高裁の判事は2人しかいません。最高裁判事の任命におきましてジェンダーバランスが検討されているということですけれども、アファーマティブメジャーを意図的に取ることによって女性の代表を増やすつもりはあるでしょうか。6点目ですが、女性の外交官については先ほどご回答いただきました。 40%が外交官だけれども、上級職員は 4.7% 程度だということです。ですので締約国は外交における女性の参画拡大、そして国際問題における女性の参画拡大のためにどのような措置を取るつもりでありますか。現在の女性の状況から改善するためにまだまだ実施が追いついていません。現時点におきましては不均衡がありまして、女性の意思決定における参画がまだまだ足りない。ですので指導委員会として締約国に伺います。締約国は計画を持っているでしょうか。少しずつ罰則規定あるいはインセンティブを導入することによりまして、政治における女性の代表と参画を拡大するつもりはあるでしょうか。どうもありがとうございます。4分でどうぞ。第9条の国籍に関する質問です。そう、議長どうもありがとうございました。それからハイレベル代表団の皆様、ようこそ。非常に嬉しく思います。感謝申し上げたいと思います。指導に対していろいろと貢献もいただきまして感謝しております。秋月先生ですとか元同僚であります、また友人である林陽子さんからもたくさんお手伝いいただいております。私からは第9条について申し上げたいと思います。国籍に関するものです。日本の結婚しておられる方の中で特に国籍を自分たちの子供に与えるということについての障壁はありません。しかしながら複雑なところがありまして、これはシングルマザーであるとか、それから外国人の親などです。自分たちもしくは子供に対して日本の国籍を付与したいと考えている人たちです。評価できることとしては、外国人配偶者の場合には単純化された期間のプロセスというものが利用可能になっています。いくつか条件はあります。例えばこの2人が少なくとも3年間は結婚しているということ、そして日本に1年間は居住しているということ、それから外国人配偶者が日本に3年間暮らしていて現在その日本の国、日本に暮らしているということです。こういった状況の中でミックスカップルの子供が日本の国籍を出生の時に得て、親の健康、失礼、結婚の状態に関係なく結婚するということはできるんでしょうか。民法によりますと、これは子どもの地位、婚外子についても地位を安定化させるために、血縁関係がないということ、父親とそれから子どもの間にないということは関係がないというようなことも言われていますけれども、国籍法が変わったと、これは2024年の4月に改正を今年されていますけれども、これによって子どもは
日本の国籍を得ることはできないと、もし認知が実際と違った場合には得られないということが言われています。こういった法改正がされたことによって日本にいたとしても標準的ではない存在ということになっています。例えば少女が婚外子である場合については日本の国籍を得ることができない、そしてその理由としては認知が実際の状況とは違ったからと、つまり生物学的な関係が父親とないからというようなことが理由とされることがあります。こういった法改正についてもう少し詳しく教えていただくことはできるでしょうか。それから外国人のもとに生まれた子どもについてですけれども、両親が外国人であった場合についてはその子どもについては日本の国籍を得ることができません。日本で生まれたとしても得ることはできず、何世代にわたって日本にいたとしてもそういった状況になっています。こういった異常なステータスが付与されるということは市民として得られるメリットが限定的になるということを意味します。日本人に比べて得られるメリットが少ないということになります。こういった人たちは義務は果たしているし、例えば税金も払わなければいけないのにメリットについては限定的になっていると。社会参画について例えば投票もできないというような形で制限がかかります。さらにこういった人たちが政府の中で職に就くこともできない場合があると。また多くの場合において国籍を得るということが法務省の管轄下にあるということで、何か苦情を言うようなメカニズムというのがあるんでしょうか。国籍を得られなかった場合に苦情を申し立てるシステムがありますでしょうか。以上です。どうもありがとうございました。それでは代表団に質問、回答をお願いいたします。ご質問ありがとうございました。政治分野についてのお尋ねがありましたので、私から説明をさせていただきます。先ほど来から何回か言及しております男女共同参画社会基本法にはその2は積極的改善措置を定義しております。男女間の格差を改善するため必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し当該機会を積極的に提供することと定義した上で、国は男女共同参画社会の形成についての基本理念にのっとり積極的改善措置を含め男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し及び実施する責務を有すると定めているところであります。その上でこの法律に基づきましてこれまで5年ごとに内閣が閣議決定をしてまいりました男女共同参画基本計画がございますけれども、この計画におきまして各分野における女性割合などにつきまして具体的な数値目標を掲げてその達成に向けた施策も定めているところであります。でさらにその成果目標の達成に向けまして毎年政府は必要な施策を取りまとめております。これを冒頭のステートメントでも少し言及いたしましたが女性活躍男女共同参画の重点方針として策定しておりまして成果目標の達成を強力に促しております。この成果目標の進捗状況につきましては計画期間現行の計画第5次男女共同参画基本計画でありますが計画期間の中間年はちょうど2023年でありましたが中間年でフォローアップを行っております。達成に向けて各省の取り組みの強化を促したところであります。政治分野での女性の参加拡大については今申し上げた基本計画においては候補者に占める女性の割合につきまして数値目標を掲げております。
この計画に基づきまして、各政党に対し、国政選挙、また地方選挙における女性候補者の割合を高めるための自主的な取り組み等を要請しております。さらに、各国、他国でありますが、各国や各政党の取り組みに関する情報提供、また議員活動と家庭生活の両立の支援のための体制の整備を支援すること、セクハラ、またマタハラなどの発生の防止に資する研修教材を提供すること、女性の政治参画への障壁についての調査の実施などの施策を講じているところであります。まあ、こうした取り組みを通じまして、政治分野での女性の参加拡大を強力に促しているところであります。国家公務員、国家公務員では男女共同参画基本計画においても、数値目標を掲げておりますけれども、女性活躍推進法に基づいて、各府省で行動計画を作成しております。女性割合などについて公表することとしておりまして、こういった取り組みを通じて、女性の参加拡大を強力に促しているところであります。民間の企業につきましても、女性活躍推進に基づいて、行動計画を策定するということをやっておりますほか、男女共同参画基本計画においても、プライム市場上場企業など女性役員の割合などにつきまして数値目標を定めて必要な施策を進めるなどをしておりまして、こうした取り組みを通じまして民間企業での女性の参加拡大を強力に促しているところであります。外交分野での女性参画について外務省よりお答えを申し上げます。先ほどもご説明申し上げたとおり、外務省職員に占める女性の割合は約4割に達し、また近年の入省者の女性割合は5割を超えております。在外公館の各役職段階に占める女性の割合についても2026年までに公使参事官以上を 10%、 特命全権大使総領事を 8% とする目標を立てております。これらの目標を着実に達成するため、人材の着実な育成や昇進意欲の向上につながる取り組みを進め、女性職員の採用拡大、能力向上につながる適材適所な人材配置を行うとともに、省内公募の活用、管理職や管理職候補への中途採用や民間登用の推進などにより、管理職登用を直接行うだけでなく、中長期的な観点からもその候補者を増やす取り組みを進めております。続きまして、企業における女性リーダーに関することにつきまして、厚生労働省よりお答えいたします。男女間賃金差は依然として差が大きいところですけれども、こちらの主要な要因としまして、女性管理職比率の低さや男女間の勤続年数の違いなどが挙げられると考えております。このため、2022年から女性活躍推進法に基づき、労働者が101人以上の企業に対し、女性管理職割合や平均勤続年数の男女差等の状況を把握した上で、行動計画を策定することを義務付けております。また、従業員301人以上の企業を対象に、男女間賃金差異の公表を義務付けており、現在、この義務対象を労働者の数が101人以上300人以下の企業へ拡大することについても、制度の施行状況を踏まえて検討しているところです。まあ、このような取り組みを含めまして、現在、管理職に占める女性労働者の割合は、女性活躍推進法を制定した2015年と2023年を比較すると、民間企業の課長級の役職者に占める女性割合は 9.8% から 13.2% まで、部長級の役職者に占める女性割合は 6.0% から 8.3% まで上昇しており、緩やかではございますが着実に上がっていると認識しております。以上です。裁判最高裁判事の任命についてお尋ねがありました。
最高裁判所は長官および14人の判事によって構成されておりまして、そのうち3人が女性であります。その女性比率は約 20% と承知をしております。最高裁判所の長官は内閣の指名に基づいて天皇によって任命され、14人の判事は内閣によって任命され、天皇の認証を受けるということでございます。最高裁判所の裁判官の任命の資格につきましては、裁判所法におきまして識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上のものと規定されておりまして、これを踏まえ最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を指名し、または任命をしています。政府としましては、社会のあらゆる分野において指導的地位につく女性が増えることは、さまざまな視点を確保するために極めて重要であり、司法分野におきましても多様な国民の生活や人生に関わる重要な判断を行いますことから、女性の裁判官が増えることが重要であると考えております。この裁判官に占める女性の割合については、第3次の男女共同参画基本計画から参考指標として掲載しておりまして、その推移を定期的にフォローアップをしているところであります。今後も女性の裁判官の登用が進みますように、関係省庁および裁判所が連携しながら一層の取り組みを進めてまいります。女性の参加拡大のための計画ということでございますけれども、女性活躍推進法、また、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律などによりまして、推進を取り組みを推進しているところであります。女性活躍推進法でありますけれども、こちらは、地方公共団体、国や地方公共団体、民間企業といった事業主が、その女性活躍推進に向けた取り組みを自ら実施することを促すための枠組みとして定められております。こちらはその各事業主が行動計画を策定し、女性の活躍に関する情報公表をするということを義務付けているものであります。政治分野につきましては、政党等に具体的な法的な義務を課すことについては、その内容や憲法上の原則との関係について丁寧な検討などが必要といった観点から、理念法として制定を目指すということがされた経緯がありまして、罰則は設けられていないわけでありますけれども、先ほど申し上げましたけれども、その政党に対する要請なども行っているところであります。この法律に関しにはその罰則規定はございませんけれども、男女の候補者の数ができる限り均等となるということを目指すものとされておりまして、政党等は数値目標の設定や人材の育成、ハラスメントの防止などの自主的な取り組みの努力義務が課せられております。また関係行政機関等は適切な役割分担のもと、積極的に必要な環境整備等の取り組みを行うということの責務を負っているわけでございます。次に、婚外子の国籍につきまして、法務省からお答え申し上げます。法改正についてお尋ねがありましたので、法改正について回答いたします。我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知がされることを防止するため、本改正法案では認知による国籍の取得に関する規定は、認知について反対の事実があるときは適用しないこととしております。これは虚偽の認知がされた場合には国籍の取得は認められないとの従前からの確立した考え方を明らかにし、疑義が生じないようにしたものです。法務省からの回答は以上です。
続きまして、外国人カップルのこの国籍、また国籍取得に関する苦情に関しまして、法務省からお答えをいたします。法務省から回答いたします。国籍取得それ自体に特化した苦情のシステムは設けておりません。その上で一定の要件を満たした場合には帰化の制度によって日本国籍を取得することが可能です。法務省からの回答は以上です。これで私どもからの回答をまず終わります。Muchas gracias. Tenemos algunas cuestiones. どうもありがとうございました。いくつかフォローアップの質問があります。その後、10条、11条と昼食の前に対処したいと思います。まず、バンナナラーラフさん、2分でお願いいたします。議長ありがとうございます。日本代表団ご回答ありがとうございます。一つ具体的な質問がフォローアップとしてあります。それもまた WPS の問題に戻ります。大使閣下が冒頭のステートメントにおきまして、WPS が日本においてフェミニスト外交、フェミニスト外交政策にフォーカスしているということをおっしゃいました。日本はドナーとして最大国の一つでありまして、男女共同参画と女性のエンパワーメントを推進しております。また国際援助を女性のエンパワーメントに増やしておりますし、WPS の援助額を増やしております。また同じ年の国家政策におきましてはもっとジェンダーセンシティブな規範が導入されております。ところがもう G7 の諸国でも常にランキングが下であります。男女共同参画と女性のエンパワーメントに関してそれはイメージに反するところでショッキングです。どうやって国際的なフェミニスト外交の数勢に追いつくつもりでしょうか。そして外交政策においてどうやって男女共同参画を取り入れるべきでしょうか。またWPS フォーカルネットワークの共同議長として、平和交渉における女性の参画に関してはどうやって促進するおつもりでしょうか。Gracias. Pues vamos a pasar ahora en. ありがとうございます。それでは10教育そして11雇用に移ります。10条に関してベルマさん5分でどうぞ。 Thank you, Madam Chair. 議長ありがとうございます。私からも日本の代表団歓迎します。秋月博子さん素晴らしい専門家でありまして国際法に関する知識は尊敬の的となっております。前任の林陽子先生も本当に私にとって尊敬するメンターです。前進が大きくあって締約国におきましては第5次基本計画の目標で前進があったことは評価します。でもいくつかの問題点について議論したいと思います。まず水平孤立であります。これはまだ、存在しているところでありまして国際的なイメージがあるにもかかわらず例えば物理学において女性が 28% 工学分野における女性がたった 15% であります。これは暫定的特別措置を使うつもりがないんでしょうか。そして前回の最終見解の後どういうことを考えているんでしょうか。また学士大学院におきまして教員におきまして 16% そして教授の 18% しか女性は占めておりません。どのようにして暫定特別措置を使ったんでしょうか。この教育分野におけるギャップを充足するのになんでこんなに遅いんでしょうか。女性が非常勤講師としては多いそうですけれどもその非常勤講師のキャリアはどういうふうに進むんでしょうか。なんで常勤の講師にならないんでしょうか。次に測定と評価方法ですけれども
日本の教育システムの競争力が極めて高いのは称賛の的となっております。ただそれが一つの懸念でありまして、特に女性の学生に対する影響です。ここで伺いたい、研究はなされていますか、政府は委託しましたか、2018年の女性申請者の医学部の入試における選択的でありまして、57パラにおきましてそれを取り上げておりますけれども、これ以上の措置何がありますか。この日本における博士号の人数ですけれども、ここでもやはりメンターシップや奨学金あるいはカスタム化された研究などで医学部を女性が卒業するように暫定特別措置を検討しましたか。最後に教科書ですけれども、まだ固定概念があって母祖母として家族の面倒を見るということが未だに教科書で描写されておりまして、男性の補足であると。慰安婦に関して LOI の回答で教科書は民間の編集者が発行するということは分かっております。ですので歴史に関するどの要素を含めるか、またどのように教科書で描写されるべきか彼らに任されている。だったならば締約国は情報の正確性をどうやって担保するんでした。そして前回教科書が監査されたのはいつですか。特にその出版社における差別の要素に関してどうやって審査されました。指導といたしましては教科書は重要だと思っておりまして、女性に関するナラティブと説明が十分反映されるようにしなくてはならないと思っております。女性の教員の条件ですけれども、教員が11時間労働しているということで、もう家に持ち帰って仕事しているということで、しかも超過勤務の手当が払われていないということです。初等教育で男性の教員はどのくらいいるんでしょうか。そしてこのギャップを埋めるために女性教員がもっときちんとした環境で働かせるためにどういう措置が取られているんですか。婚外子のその戸籍上の問題ですけれども、これも問題であります。蔑視するようなコメントが先生によってなされることもあるということです。教員研修の中でこういったような言動、心理的な暴力に対応する内容は含まれているんでしょうか。パラ66におきまして、それが触れられているところではあるんですけれども、ジェンダートレーニングはこういったような非従来型の家族もあるんだということについて対応しているんでしょうか。またこういう子どもたちの進路ですけれども、トラウマによって阻害されているということで、カウンセリングなどに関してはどのように提供しているんでしょうか。議長、ちょっとあと30秒だけ、ください。包括的な性教育に関して、これはパラ65で指摘されております。教員は検閲に文言がさらされていて表現が難しいということで、3時間しか配分されていないということで難しいと言っております。これが本当にひどい状況であって恐ろしいというふうに言っている専門家もいます。指導の条約におきましては、権利ベースの教育、性教育、そして責任ある性的な振る舞いを奨励しているところであります。最後に学校内暴力ですけれども、いじめ、 LGBT に対するいじめに対する対応について説明してください。また AI が先導する女性と女子に対するジェンダーベースの暴力に対してはどうやって対応しているんでしょうか。以上です。Muchas gracias, señora Bedema. Tiene ahora la palabra la señora de Silva de Alvis para... どうもありがとうございました。では、ソベデル委員ですが、第11条に関しての質問をお願いします。5分間どうぞ。Your Excellencies. 代表団の皆様、秋月先生の貢献に感謝しております。特に第1次の WPS の我々の国における計画を
助けてくださってありがとうございます。ジェンダー平等について職場についていろいろとリードをされておりますし、皆様は非常に防災についても、またロボティック、自然科学について、航空バイオメディカルなどについても知見をたくさん日本は持っておられます。そこでは女性がリーダーとして平等になることができれば大きな変化につながっていきます。また2つのトラックからなるもの、一般職と総合職があるという中で、女性は事務職であまりお金をもらっていません。日本においては 15% しか管理職についていません。これは 30% のターゲットを下回っています。こういった目標が日本政府によって採択されていますけれども、したがって日本におかれましては 50% に持っていくということ、我々のジェンダー勧告40に基づいてやることを期待をしています。職場における平等、例えば子育て施設ですとか父親の育児休暇などについていろいろ対策を取っておられますけれども、まだ民間においては男女の間で格差があり、特に IT 業界がそうです。またテクノロジーにおいて 11% の IT エンジニアが女性ということになっています。 2.9% が日本のテック業界で取締役になっています。日本がそういった分野で女性のリーダーが増えれば前向きな影響があると思いますので、より過激的な韓国40のような政策を取っていく必要があると思います。また AI の大規模言語モデルとかマシンラーニングなどはかなりのデータを使って学びます。なのでテクノロジーに女性が入ってきてバイアスを減らしていく必要があります。開発段階から、そしてジェンダーステレオタイプなどをなくしていくということが非常に重要となっています。というのも、データのトレーニングにバイアスがあれば高度もバイアスを得ることになるからです。また人間中心の構成が必要ということになります。アルゴリズムがフェアになることで、女性の雇用についても AI 分野でフェアになっていきます。また女性がオンラインで侮辱を受けているということもあります。なので刑法を日本は改正されまして、オンライン侮辱罪というのを作っておられます。 いくつ訴追がされたんでしょうか。また人権ビジネス関係の作業部会が昨年日本を訪れました。日本は重要な前進をしておりまして、例えば国の行動計画をビジネス、人権について作っておられます。またガイドラインも発出されまして、人権を尊重しようとサプライチェーンでしておられます。しかしながら、なかなか対策がついていっておらず、まだまだ社会的な規範にはヒエラルキーがあります。例えば職場における差別やハラスメントが女性によっては、経験されています。障害者、アイヌの人たち、特に知的障害の人たちなども悪影響を受けています。移民労働者も特に影響を受けています。いろいろとジェンダー賃金ギャップについては対応をしていますけれども、 24.3% のジェンダーギャップがまだ残っています。ジェンダー賃金ギャップが引き続き大きなものになっておりまして、非正規雇用が特に女性の中で多いということがあり、これによって日本はポテンシャルを完全に発揮することができていません。日本がジェンダー平等を標榜することがなかなかできていません。また議長もおっしゃいましたように、職業におけるバイアスのトレーニングをしっかりとして、ダイバーシティについてのトレーニングをやっていくということが重要です。2022年の女活法によりまして、これも改正をされまして、企業は300名以上の人たちについてはどのぐらいの賃金ギャップがあるのかということを公表することとなりました。しかしながらご存知のように、ほとんどの女性というのは非正規雇用の下で働いております。そういった雇用統計になっております。また労働者で中小企業で働いている人たちについてはやはり格差があります。したがってこの300名ということからさらに低くするということも考えられますでしょうか。また2022年の6月に内部通報者の法律が改正されて、これはポジティブな展開だと思いますけれども、セクハラなどについて報告した人たちどうやって保護されているんでしょうか。それからたくさんジェンダー差別のもの、例えばグリーンテックのケースであるとか IGC であるとか、東和産業の問題であるとか、それから大阪医療大学のケースですとか、そういった問題があります。またジェンダー上の格差というのが賃金とか昇進についてもあります。ただ裁判所はジェンダーの差別はなかったという決定を下しました。締約国としては目と打ちのようなアプローチを使って経済的なインセンティブを例えば与えていくような考え方はあるでしょうか。例えば政府の契約を優先的に与えたりであるとか、補助金を与えたりであるとか、ジェンダー賃金ギャップを減らしたらそういった恩恵が受けられるようにするというような考え方もあるでしょうか。
皆様、例えば、岡村、永見、宇賀、判事が指導についてこの性、同時制度について指導が言及されたということがありました。したがって我々といたしましては最高裁においても指導が標榜されることを今後期待しています。以上です。Muchas gracias, señora de Silva de Alvis. Con esto hemos llegado al final de nuestra... ありがとうございました。午前のセッションは以上となります。ここでランチ休憩を挟みます。そしてこの対話はこの会議場で3時から日本と再開をしたいと思います。今事務局に回しまして連絡事項がございます。議長どうもありがとうございます。キューバのランチタイムのブリーフィングの時間が変更になりました。1時45分から2時45分に開催されます。通常の NGO ブリーフィングルームで行われます。唯一キューバに関してのランチタイムのブリーフィングは以上となります。